はい、皆さん、こんばんは。次世代まちづくりスクール事務局の、一応事務局長をやっております。松島と申します。今日は遅い時間からの公開講座なんですけども、めちゃくちゃ楽しみにしてたメンバーとお会いできて、楽しみに、皆さんとも楽しくやっていけたらなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。はい、ちょっとだけ画面を、じゃあ、ここからお借りしますよ。はい。よいしょ。はい、今日はですね、オンデザインの西田さん、それとトーン&マターの広瀬さん、さらにオンデザインからも、3人ほどご参加いただいて、にぎやかな感じで進めていければなと思ってますけども、一応今日のテーマとしては、建築とまちづくりのプロデュース論ということで、これを皆さんと語り合おうということです。広瀬さん、よろしくお願いします。 はい、でですね、ちょっと今日はちょっとだけ注意事項なんですけど、本イベントの録画とかスクリーンショット、この辺はご遠慮いただきますよう、ちょっとお願いいたします。はい。これ見たい方は、まちづくりスクールに入っていただけると見れるようになっております。はい。それとですね、これ最後にももう一回お出ししますけども、常々お願いしてますが、皆さんにご参加いただいたもののアンケートの結果って非常に大事にしておりますので、必ず今日公開講座を受けていただいたらアンケート、ご参加ください。はい、で今日の内容は、こんな感じです。講座、ちょっとだけまず5分で分かる次世代まちづくりスクールということで、次世代まちづくりスクールでどんなことをやってるかっていうのを超簡単にお話します。それと、8時15分ぐらいから、西田さん、それと広瀬さん、それぞれに、今まで、お仕事されてきたことを、ちょっとかい、あの簡単な時間で申し訳ないんですけども、15分ほどお話しいただこうかと思ってます。で今日はその後、8時45分ぐらいから、先ほどの建築まちづくりプロデュース論ということで、ちょっとそれぞれいろんなテーマをご用意いただいておりますので、このテーマに沿って、クロストーク進めていければなと思ってます。はい。それと皆さんにはぜひ、一番最後9時半ぐらいですかね、皆さんとのトークタイムってなってますけど、ちょっと YouTube なんでさすがに直接トークはできないんですが、チャットで、どんどん皆さんにお話しいただこうと思ってますので、ここにどんどん書き込みしていただきたいなと思ってます。はい。で、最後にまたちょっとだけ次世代まちづくりスクールのご案内をさせていただいて、夜ですけどね、10時くらいに、終了になります。はい。さりげなくこの背景、西田さん分かります？よく見たら五反田じゃないですか。なんですよ、これ。西田さんと一緒に作ったコーポラティブハウスを背景にしてみました。あ、広瀬さん、僕実はコーポラティブハウス作ってる会社にずっとおりまして。アーキネットさん？アーキネットに行ったんですよ。そうですよ。アーキネットのエースだったんですよ。そこからの、今、エンジョイワークス。僕も住んでるのコーポラです。あ、そうですか。今。うん。ニノベコーポラ。ちょっとまたそれ後ほど。ありがとうございます。はい。はい。というわけで、先ほどのチャットの参加は、これ皆さんもうだいぶオンラインに慣れてると思いますので、どんどん投稿してください。なので、できればね、早速チャットで話してみましょうということで、今日はこんなこと聞きたいんですみたいなものがあれば、どんどん投げ込んでください。次世代まちづくりスクールそのものも、できるだけ一旦教授とか呼んでますけど、先生方との双方向のコミュニケートっていうのが一番大事かなと思って進めてますので、どん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 投げ込んでいただけたらなと思います。はい。はい。というわけでですね、今日の、今頃になりましたけど、ゲスト講師のご紹介ということで、最初はオンデザインの西田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、チャット欄にコーポラティブガーデンを投げ込んでおきます。あ、本当ですか。ありがとうございます。誰か東五反田のコーポラの人が見てくれてたら嬉しいなと思ってます。全然伝えてないですけど。はい。はい。そして、同じく元オンデザインで、ですね、今、About Your City という事務所、で、活動されてます、小泉さん、よろしくお願いします。はじめと申します。よろしくお願いします。はい。さらに、今、オンデザインの、大沢さん。はい、大沢です。どうもよろしくお願いします。お願いします。さらに、同じくオンデザインの千代田さんですね。
千代田です。よろしくお願いします。めっちゃ可愛い服着てますね。はい。そして、お一人ゲストとして、トーン&マターの広瀬さん、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。今日はこんな感じです。まちづくりを学びたいって当たり前なんですけど、 75% の方がまちづくりに興味があるってことですし、ちょっとまあ一番面白かったのはこの2番目の 53% の方が空き家を活用したビジネスや起業をしたいという、まあ、実践的なところに自分が関わりたいという方が多く参加いただけてるなっていう感じです。はい、そんな方が向こう側にいらっしゃると。ちょっとこれ分かりにくいんですけど、おおむね不動産とかまちづくり、実は自治体の職員さんの方とか設計事務所の方とかで大体半分ぐらい占められているような方が今日 YouTube 見ていただけてるのかなと思います。はい、でここからもう少しだけお話しさせてください。オンラインオープンキャンパスということで、5分でわかる地域未来創造大学校次世代まちづくりスクール、これは何なのかっていうお話です。まあ、今日はちょっと公開講座なので、このスカパーのようにこういう先生方の話を普段聞けるんですけど、これちょっと公開させていただいて、内山さんとかいますけどね、こんな話ができるんだなということをちょっと今日は知っていただくという、そんな機会で、公開講座をやってます。はい、サイト、そうですね、こんなウェブサイトから入っていただくような構成になっていて、まあ、基本オンラインがベースの、学校です。で、こんな3つの工程があって、過程があって、皆さんがまずはドンと入ってもらって、かなり幅広い知識を学んでもらう一般教養課程というところと、ゼミの先生 と、一緒に個別に進めていく専門課程というところがありまして、一応ゼミがあります。さらに、まあ、資格を取ってもらうような講座も用意して、まあ、最終的に実践ができる人をどんどん増やしていこうというのが、この先生方と僕らの、思いになっています。でポイントとしては、このさまざまな分野の学びをオンラインとかアーカイブで見ていただけますと。ちょっとここはまだまだどんどん分野が広がっていくかなというふうに考えてるんですけど、まあ、そうですね、こんな感じです。今もう、9月から始めて、今まで54講座、提供してきました。で、実際にこちょっと長島さんとか出てますけど、このサイトに入っていただくと動画で見ていただけるようになってます。まあ、自由な時間に見ていただけるってものと、あと、時間を決めて、今日この日にこんな先生とこんな講座をやりますっていうのを、随時やってきまして、それが今まで54講座ですね、進めてます。これがどん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 今増えてる感じです。はい。あとですね、校長は東大の先生の清水千尋先生っていう方が校長なんですけど、校長はゼミをやるときにやっぱりちょっと皆さんと話したいっていうことで、公開ゼミということで進めてます。なので月に一遍だと思うんですけど、先生と直接話す、清水先生と直接話すような公開ゼミっていうのやってます。なんかこうつれづれなる講義って書いてありますけど、先生がその日に話したいなと思ったことを話すという入り口から、後半は先生と食べるっていうような、そんな面白い講座になっております。はい、こういったこともやってたりします。で2番目ポイントはやっぱ実践なので、実践的な課題に取り組めるということで、先ほどちょっと出てきた専門課程はちょっとまずまだ始まったばっかりの学校なんですけど、この4人の方にゼミを持って今進めてもらってます。ぜひ広瀬さんと西田さんにもゼミを持って一緒にやっていただきたいなと思ってます。はい、例えばこれ福田さんという方の、福田さんという方というかエンジョイワークスの福田のゼミなんですけど、ちょっと自分のプロジェクトをまず作ってみようみたいなことを公開して、事業計画を一緒に考えたりするようなことをやってたりとかですね。あとちょっと面白いのはですね、これエンジョイワークスが出張いろんなところに伺うことがあるんですけど、これ一緒に行きますみたいなことを投げ込んだら、そのゼミの方が、この日は2人わざわざ、兵庫県まで来てくださって、それを一緒に学びとして考えてもらうようなことをやったりします。はい、これちょっとこの福田ゼミのなんか進め方としてこんな感じでやってるんですよね。はい、西田さんどうですか、この出張についてくるっていう学校なんですけど。
いや、むしろなんか、いろんな地域に僕、スペース作っていたりとか、まあ、今日来てる例えば大沢君とかはもうそもそも新潟にいたりするんで。あ、そうなんですね。そうです。もう、普通に東京に限らず、どこでも行けます。わかりました。どこでも、じゃあ、西田さんにいろんなとこ行けるってことですね。西田さんと一緒にやっていくと。はい、ありがとうございます。よいしょ。そして、はい、そうですね。こんな感じで、月に一遍ぐらいのゼミを皆さんに開催してもらってるってことなんで、まあ、かなり双方向に話をしていただいて、まあ、それぞれ個別のプロジェクトを立ち上げていくようなことをやってます。今のところ他にもいらっしゃいますけど、小井先生とやっていまして、あともう一つ皆さんにお伝えしておきたいことは、その先生方とも一緒に作ってるっていうような実感のあるスクールになってます。やっぱり教える側と受ける側というよりは、まあ、一緒に考えて、あ、じゃあこういうことがあったら次の講義って面白くなるよねっていうようなことを、皆さんと考えて進めてます。なので実は裏側でこれちょっとまだ公開したことないですけど、こんなことをしながら教授の方のコミュニティも進めてます。すいません、5分をオーバーしている気はしてきました。そしての資格講座っていうのもあってですね、この学校でまあ実践できるってことなので、今日は広瀬さんとか西田さんに来ていただいてますけども、本当にお二人のようなことをこう地域で活躍できる人材として学んでもらうような講義とワークを作って、まあ、これを資格として諦めてプロデューサーと言ってるんですけど、まあ、これを取ってもらえるようなものも学校の中で用意してやっております。今のところそうですね、12、3名ぐらいの方が受け始めてもらっているような感じです。はい、で最後に、まあ、一番、まあ、いいなと思っているのは、同じ志の受講生同士のコミュニティにもなってきてますということで、まあ、SNS とかこういう Zoom でのオフ会っていう言い方が正しいからですけど、オフ会みたいなことをさせていただいてまして、どんどん交流を進めてもらってます。ちょっと今はなかなかこういう Zoom の絵が多いんですけど、受講生同士でやってもらってると。で最近話題のあれですね、クラブハウスも、ちょっとちっちゃい絵ですけど、受講生の方から自らちょっとみんなで話そうというようなことを作ってくださって、まあ、どんどんサークルみたいな感じで進めていくというようなことで、こんなものも始まってますので、まあ、こういう仲間になっていくっていうのも価値だと思って、ぜひぜひ皆さん一度ウェブサイト次世代まちづくりスクール、まちづくりスクールでもいますかね、検索していただくと出ると思いますので、ぜひご参加いただけたらなと思います。はい、はい、というわけで、繰り返しになりますけども、皆さんぜひチャットで参加していただければと思ってます。はい、でこの後は、早速なんですけども、今日、ご登壇いただいている一人目のゲストとして、西田さんですね。西田さんから、まあ、15分で語っていただくのは非常に難しいんだと思いますけども、ちょっと皆さんに、こんなことを取り組んできたっていう話を少しお願いできればと思います。はい、じゃあ西田さんお願いします。一回共有切ります。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日の僕のタイトルは、はい、設計事務所で街づくりやる面白さをトークするというタイトルです。でこれはこの15分のプレゼンテーションというよりは、まあ、この時間全体に対しての話なんですけど、まあ、ちょっと15分でさらっと自己紹介と、あと今日一緒に来ている3名の紹介もしたいと思います。で、後ほどちょっと詳しく紹介するんで、今日はですね、こういう街づくりスクール男子多いよねっていうことで、こう言ってんの千代田さんも含めて4人できてます。で、後半はですね、この3人と一緒に考えたちょっとキーワードを広瀬さんとトークしようということを今考えていて、この辺のキーワードはちょっとぜひ後で覚えておいていただいて、ちょっと交互期待という。オンデザインは設計事務所で、まあ、左にある横浜アパートメントとか、右側の町の浦国際学生寮とか、まあ、結構建築作品をいくつも作ってるんですけど、なんかそれだけではない、そのやっぱこう建築っていう領域がこう広がってきているときに、まあ、設計事務所が何をできるのかっていうことを考えています。僕らはこうビヨンドアーキテクチャと呼んでるんですけど、まあ、ビヨンドっていうのは超えるっていう意味で、アーキテクチャは建築って意味なんですけど、なんかこのいわゆる建築っていう枠組みがこの真ん中の丸い
の枠だとすると、まあ、その周りにちょっとこう、むぎ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 って広がっているこのひだみたいな、なんかこの場所を、なんかこう、社会とか、周りの建築以外の人から見ると、まあ、建築家がやってもいいのかもみたいな領域がちょっと広がってるんじゃないかと。まあ、今日の話に出てた、さっきの柴さんの話に出てた不動産とかもそういうことかもしれないですけど、で、まあ、とりあえずですね、事務所内でオウンドメディアというか、自社サイトをやってて、ビヨンドアーキテクチャーという、こう、建築とカルチャーを言語化したいという、まあ、サイトを立ち上げてやっています。で、その中にはですね、例えば、こう、いろんな視点、まあ、デザインの視点を取り込もうとか、建築うんちく、まあ、建築家じゃない人と建築家が語るとか、まあ、これ今一番最新版は今日一緒に来て大沢さんが音楽家の方と語ってますけど、あと、How to Creative Creative Life、まあ、クリエイティブライフの作り方とか、あとは都市を科学するといって、まあ、都市がまあどういう目線で今読み解いたらいいかっていう分析をしたりしています。で、なんかこれっていうのは、その建築っていうのが、ただ建てるという行為だけではないというふうに、まあこう感じているからで、これはですね、これちょっと実は僕行ったことなくて、完全にこれ妄想で、今日一緒に来てる小泉さんは行ったんですけど、その写真なんですけど、これホイストマルクトっていうベルリンにある、パブリックスペースなんですよね。で、パブリックスペースって、まあいわゆる公園なんですけど、まあ日本の公園とは全然違っていて、やっぱこうなんか、川辺にあるんですけど、まあ、川を眺めながら平田ぼっこしている人たちがいたりとか、子供がその中でこう少し遊んでいたりとか、あとこう焚き火みたいなことをやって、で、まあ、その焚き火をもちろん危ないから、子供たちをこう、石は管理している人たちもいるんですけど、まあ、その人たちも別になんかガードマンっぽくなくて、ここに座ってるブルーの T シャツのおじちゃんとかが、まあ、緩くこう管理してて、なんかこう子供が来たら危ないよとか言ってあげたりとかしてるんですね。で、まだまだ普通にカップルがこう、ブランコに乗ってたり。なんかこういう、なんか当たり前なんだけど、なんかなんでこういう風景日本にないのかなっていうことに、やっぱ非常になんか疑問というか、そういう場所を作りたいなというふうに思ってて、なんかこうやっぱり家でもなく、仕事場でもなく、まあもしかしたら図書館とか美術館とかでもない、なんか街っていうものに、もっと自分たちの居場所ができたらいいんじゃないかということを考えています。で、それっていうのは別に日本だけではなくてですね、いろんな国で最近言われていて、これはエコロジカルトランスフォーメーションオブザシティっていうフランスのですね、パリ市が出した15分都市っていう構想なんですけど、まあ見てもらうと分かるように道が非常にゆっくり走ってて、まあ、馬車をしてたりとか、その横で川が流れてて、で自転車でこう行ってる人の自転車をこう修理する場所があったりとか。これはニューヨーク市の、オープンレストラントっていうガイドなんですけど、まあ、これちょうどどちらも、まあ、コロナの前後に出てるんですけど、まあ、街の中にですね、いわゆるこうストリートにこうオープンカフェを出すレストランのガイドを、これはニューヨーク市が作ってるんですよね、GPS のデータで、GIS のデータで。で、まあ、これは9740個のオープンレストランとかあるよと。で、左側のこの数字がバーって書いてある一番下見ると、オープンストリートって書いてあるんですけど、何かっていうと、まあ、路上封鎖して、まあ、コロナの時期は結構、客、飲食店の中に入っちゃいけないっていうルールだったんで、まあ、むしろストリート封鎖してですね、そこをこう、レストランにしようということを200箇所やってると。国交省もですね、まあ、日本の中で2040年道路の景色が変わるっていうのを、昨年の6月ぐらいに出して、でまあ、ちょっとどんな感じなのかっていうことを、国交省のこれを作った道路局企画課の方をお呼びして、面白がるかいって言って、まあ、それをこう、国交省の人とトークするみたいなことを、学生と一緒にやったイベントとかをやったりしてですね、まあ、やっていくと、やっぱりこうなんか、これからはこの、先ほどのホイストマルクとベルリンの話じゃないんですけど、やっぱりこう、街の中に、まあ、居場所を作っていくっていう行為が、まあ、非常に、まあ、大事なんじゃないかなと。でこれは、昨年の11月に、ミッケルミラ郡という名前なんですけど、横浜の港通りという、そのストリートを、まあ、今後、その街の中の道路空間が車専用レーンから、まあ、歩行者レーンに変わっていくっていうことを、ちょっと推し進めるための、まあ、活用実験をやった。これは、日建シビルというところのチームと一緒に、コラボでやったんですけど、まあ、この今写真に見えているように、ちょっとこう道路にはみ出すような形で席を作って、まあ、こうちょっと場所を作って席を作って、
で、そこの席がどのぐらい使われたかとか、どんな使い方をしている人がいるかとか、まあ、こういうことをなんか調べながら、それをこう設計に落として、最終的にストリートを作っていくと。なんか今までこう設計者って、まあ、建物を作ることが役割だったんですけど、まあ、結構、道路空間とかパブリックスペースにも、まあ、設計対象をこう変えていって、まあ、結果それが、まあ、町の人たちの居場所にこうなっていくような、まあ、そんな取り組みにつながっていくんじゃないかということをオンデザインでは結構意識的にやっています。これはなんかこう来た人たちに、まあ、こうどういう場所ができたらいいかっていうアンケートを取ったりしてるんですけど、まあ、まあ、例えばアウトドアキャンプやりたいよとか、動物に優しい街作ってほしいなとか、まあ、そういうことをこう言われて、いわゆる、トップダウン型ではないボトムアップ型のなんか街の作り方ができないかということをチャレンジしたりもしています。で、これは僕が非常に好きなヤンゲールというですね、コペンハーゲンでやっぱりオープンストリートを作っている建築家の言葉なんですけど、なんか私たちが街を作り、街が私たちを作ると。まあ、今回、街づくりプロデューサーって言ってますけど、まあ、言ったら、まあ、作るっていうこと、行為自体がですね、作って終わりだけじゃなくてですね、作った街から自分たちが学びがあるっていうことを言ってるんですよね。やっぱりなんかそれがこう、持続的なサイクルになっていくと、まあ、非常にいいんじゃないかというふうに思っています。でここからはですね、今日一緒に来ている3人の、ちょっと各々のプロジェクトをちょっと紹介しつつ、なんかこのプロジェクトで、まあ、見つけた、まあ、今日の後半のトークにつながる面白ポイントを紹介していきたいと思います。一つ目は、石巻でやった復興まちづくりなんですけど、これ何かっていうと、こう震災復興なんですね。311で津波が来て、まあ、町の過半が水浸しになって、でそこから、こう、揺れ戻しっていうんですかね、まあ、町の人たちが震災前に戻すだけではなくて、まあ、新しい場所を作っていきたいと。で、その場所を作っていくっていう行為自体を開いて、まあ、やっぱりその行政側のトップダウン型ではなくて、まあ、町の人たちがこんな場所を作りたいよっていうことをまあ聞いて、で一緒に DIY でこう回収すると。まあ、例えば、これはガレージがいろりという、こう、町のロビーと呼んでますけども、カフェ空間になったりとか、もしくはこう空き地だった場所にもう夜だけ映画館を作ろうみたいな、まあ、これまあ子供を呼んで、まあ、子供が楽しめる場所を街に作ろうということとか、あとこう古本屋さんみたいな場所が、あ、昔本屋さんだった場所が、まあ、子供たちがまあやっぱりこうたまれるような本のパブリックスペースあったらいいよねって言って、みんなで持ち寄り本の本屋さんみたいな、本屋っていう名前なんですけど、を作ったり、まあ、そういう、こう、まあ、場所を作ったりとか、スペースをこうシェアしたりとかっていうことを、まあ、やっていく中で、なんかその面白さをこう見つけていくという行為を、まあ、街の中の人たちと一緒にやるということをやってます。で、これはですね、今日来ている小泉さんと一緒にというか、むしろ小泉さんがもうほぼ、人柱のようにこれやってたプロジェクトなんですけど、小泉さん、ここから得たなんか、街の面白さとか、街づくりの気づきみたいなのはどうですか？そうですね。と申します。元オンデザインで、去年独立してアバートヤシティという名前でやってます。で、僕は2011年から3年半ぐらい石巻に住んで、まあ、現地の事務局という形で活動というか、やっていました。そうですね。面白さというか、ここに今、例えば4枚写真が出てますけど、まあ、石巻ボイスっていうのはフリーペーパーを作って、街の人たちの声を聞いて、フリーペーパーにまとめて、それを東京だったり、まあ、街の中に紙媒体として発信するってことをやったんですけど、基本的にやっぱりこの石巻でやっていたことは、人の、まあ、地元の人、それから東京の人、まあ、街に関わる人たち、それはだから地元生まれ育ちとかではなくて、街に関わっている、ここは私たちの街なんだ。私の石巻なんだって思える人たちの話を聞いて、そこから、まあ、プロジェクトを起こしていったってことが一番面白かったことだと思ってます。このユーナギダイニングというのも、まあ、たまたまあったテントを借りながら、料理人の人たちが自分たちのこういう、まあ、一皿ずつ違う料理人が、違うお店の料理人がコラボして、コース料理を作ったりですとか、まあ、映画館も、ないから、やってみよう、その流されてしまった元映画館の、監修に協力を得ながら、まあ、やっていこうとか、あとダンスホール、これは本当に一瞬だけで、まあ、僕的にはまだ諦めてないですけど、まあ、空き店舗、空き、なんていうんですかね、こうスナッ
ックというよりかはダンスホールみたいなところがあって、それを地元のラッパーだったり音楽好きの人たちとほとんどお金をかけずに、作ったっていうことをやっていました。まあ仕事っていうふうに考えるとそれはあのお金を生み出してないものだったのかもしれないですけど、そういうこう機運とか種みたいなものを作り出して、次の町のゾーンにつなげていくってことをやっていたのが面白かったかなと思っています。はい、ありがとうございます。で2つ目が、あで結果、まあ、町の中に小さな探しててください、まあ、広がったという感じですね。で2つ目はですね、これ実は野村不動産という、あこれ実はあの今日一緒に来ている広瀬さんが全体のこうグランドビジョンを描いてて、僕らがこう現地をやるっていう取り組みなんですけど、あの私立学校という取り組みで、あのまあ、言ったら工事中のですね、現場の仮囲いの中がブラックボックスになってたらもったいないよっていうことで、まあ、そこを1年間だけ借り上げて、まあ、そこの中を町の人と使える広場にしようという取り組みです。まあ、その町の広場って言っても公園とは違って私有地なので、まあ、結構できることが多くて、まあ、町の人たちがまあこんなことしたいよっていうことを、まあ、今日来てるあの千代田さんですね、いろいろ聞きつけては、この例えばヨガをやったり焚き火をやったりしながら、まあ、少しずつ少しずつこう町の、ニーズというか、まあ、こんなことしたいみたいなことを拾い上げたという取り組みなんですけど、ね、千代田さん、ここでの気づきとか面白さを紹介してもらえる。はい、このプロジェクトを通してずっと町の方に言い続けてたのが、まあ、自分たちの町なんだから、まあ、自分たちの町自分たちで楽しむ作るっていうのをすごく大事に伝えていて、で来た方を運営者がもてなすんではなくて、自分たちで自由に使っていい場所なんだから、まあ、どうぞ好きな遊びをしてくださいじゃないですけど、なんか使ってもらえるようにっていう役をやってたんですけれども、ここで発見したのは何かここでしなきゃいけないっていう感覚よりかは、何でしょう、子どもの時街で結構いろんな場所で遊んでたと思うんですけど、それをもう一度明日うちで遊ぼうよの感覚で町の人と一緒に時間をシェアしながら、いろんな自分のできることを持ち寄りながら場を使っていくっていうことが一番面白いんじゃないかというところをあの思ったプロジェクトでした。あすごい、なんか子供心を思い出す感じでいいですね。まあ、これはあのこう遊休地の活用なんですけど、まあ、そういう遊休地でさえもですね、こうちょっと使ってみるといろいろできるんです。この左の方とか髪切ってるんですけど、めっちゃ髪切ると気持ちいいっていう、まあ、若干東南アジアっぽいんですけど、そんなことをこれは横浜 の日吉でやりました。で最後はあのコミュニティボールパークという名前で、あのこれもですね、あの今日いらっしゃっている広瀬さんとあの結構共同したものなんですけど、まあ、言ったらこれ横浜にあるベイスターズという人たち、あの野球チームが、まあ、やっぱりこう街づくり、まあ、今スポーツタウン構想といいますが、街づくりやろうという取り組みをもう 4,5 年一緒にやっている取り組みで、まあ、例えばこうあの公園をですね、あの借り切って、まあ、そこでこうブルーのパラソルを並べてカフェをやろうとか、まあ、そこでこうキャッチボールをできるようにしようとか、テントに泊まろう、あとこれはこうペシャクシャナイトっていう、こうプレゼンイベントなんですけど、あのこうプレゼンテーターが出るときにウグイス嬢が1番デザイナー立川みたいな感じでこうなんか出てきて、でそれでこうプレゼンをしてもらうとか、あとこうなんていうんですかね、こうスタジアムにあるまあ大きい扉をガチャって開けると、まあ、そこ搬入用の扉なんですけど、この扉の中が実はスタジアムは見えてるんですよね。でも普段こうブラックボックスになっているスタジアムをなるべく日常的に開放させて、でそこでこうまあ写真を撮ってあのスタジアムに来たよっていうあの記念ができたりとか、まあ、朝の1時間だけのスタジアムの中でキャッチボールができるようにしたりとか、あと、まあ、これ の具体的なあの設計というか、まあ、取り組みとしてはなんか面白いシートを作ってですね、まあ、ただ野球ファンだけじゃない人もたまれるような場所を作るみたいなことをやって、まあ、その延長でですね、スタジアムの横にこれちょっと模型だから分かるんですけど、茶色い部分に建物があってですね、これもまさにビヨンド、まあ、街にこう広げるという意味で、そのベイスターズがその外に出て、そのスタジアムの中だけじゃ外に出て、まあ、そこにこうスポーツで街とつながる拠点を作ることをやっています。でこの取り組みはあの今もですね、継続的にやっていて、まあ、テーマはスポーツかけるクリエイティブなんですけど、まあ、普通にリノベーションして中にこうカフェとかショップがあるよっていうことだけではなくて、まあ、ここで例えばあのアウトドアフィットネスって言って、まあ、街中に出ていくようなスポーツを展開したりとか、スポーツ、クリエイティブスポーツラボといって、まあ、
ここを起点に、まあ、例えば観光で町とつなぐにはどうしたらいいかとか、遊びで公園で遊ぼうみたいな取り組みで子どもたちを集めて、それがこう町とスポーツをつなぐきっかけになるかみたいなことをトークしています。で、実際ここの中今オンデザイン のオフィスが入っていて、ベスターズと一緒に事務局もやってます。これ一緒にやってるちょっと大沢君からこの面白さあれば。あ、はい、どうもオンデザインの大沢です。よろしくお願いします。そうですね、まあ、ベースの取り組み、そのクリエイティブスポーツラボの取り組みもそうですし、他のポインティーボールパーク構想の取り組みもそうなんですけど、なんていうんですかね、すごいこう試行錯誤しながら、もうとにかくこうあらゆるテーマとか、あらゆる、まあ、例えば野球と、こんなことを掛け合わせて考えると、面白いんじゃないかとか、まあ、そういったことをいろいろこう試行錯誤しながらやってるっていうのが、やっぱりこうプロジェクトの一番、まあ、面白いというか特徴的なところかなと、思っていて、で、最近特に力を入れて、やっているのが、まあ、ネクストボールパークミーティングと呼んでいるんですけれども、まあ、なんていうんですかね、こう、まあ、横浜ベイスターズが、こう、ちょっとこういう、まあ、課題というか、なんかこういうのを考えたいと思ってるっていうのを、むしろこう、ファンとか、の皆さんに、こう、まあ、イベント形式で、こう、問いかけてですね、まあ、それに対して、まあ、ゲストの方とかもお呼びしながら、まあ、みんなで一緒にベイスターズのこう課題解決というか、アイデアを作っていくみたいなことを、まあ、最近特に力入れてやっていくんですけど、まあ、そうするとやっぱこうファンの方もなんかこうみんなでベイスターズ の新しい施策を考えていくみたいな気持ちになってくれて、まあ、当然ベイスターズとしてもすごいいいアイデアがフィードバックが得られるし、まあ、ファンなりの皆さんもすごいこうなんですかね、関わって自分たちがベイスターズを強くしているんだという感じが得られる、取り組み、というのを、最近は力を入れてやっていると、はい、いう感じです。ありがとうございます。やっぱりなんかこうオンデザインがまあ普段やってることっていうのは、そのなんか働き方とか生き方みたいなこと、まあ、今ベイスターズの場合は企業の取り組みなんですけど、まあ、そういうことから都市とか建築がどう変わるのかっていうことをまあ常にこう考えていて、それっていうのはなんかこう全体が、あ、これ今ファブリックって書いてますけど、公共っていうのはこうなんか街っていうのはこう全体で一つなんじゃなくて、すごい小さなこうプライベートが集まってこう街っていうのができているので、まあ、その一つ一つの小さなプライベート的取り組みが街にどんどん埋め込まれていくような、まあ、そういうなんか世界というか社会がこう建築とか都市のまあデザインの領域の中にあるんじゃないかということを考えて、まあ、こうやってジャッて集めてドンとプロジェクト化していくということをやっています。はい、以上になります。また後半のトーク楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、ちょっと面白くていっぱいメモしちゃいました。ありがとうございます。いや、僕ら広瀬さんの前説みたいな気持ちでやってる。なんでまたそうやって、まあいいか。広瀬さんとはめっちゃ一緒にやってるんで、さっき のベイスターズの取り組みの広瀬さんに全体のクリエイティブやってもらってるんで。うん。なんかもう、そこの2つだけ伺うだけでももう。確かに、でも割と一緒にやってますよね。うん。うん、はい。じゃあ僕からも。お願いします。ありがとうございます。そうですね。テーマがプロデュースなので、まあ一応うちの会社は基本的にプロデュースしかしないっていう会社にしてます。うちの会社ってもそんなにいないんですけど。内山さんも出てましたけど、僕も同じ都市デザインシステムというところでて、もともと建築が大好きで、理科大と横浜国大出てます。その後経営コンサルとか行ったりいろいろしつつ、まあそうですね、プロデュースっていうのは割とやっぱお金と関わる部分だと思ってて、ディレクションっていうのはお金と関係ない部分だと。でよく学生さんに教えるときには、宮崎駿さんはディレクター。あそこにいる接待入った鈴木さんがプロデューサー。お金集めてお金を返さなきゃいけないと。うん、それはプロデューサーですよっていうのを教え、まあ、まあ、いろんな方にお伝えしているつもりです。お金を返すんですよね。そうなんですね。で、ただ、そのプロデューサーって言って、なかなかこう、なんでしょうね、テレビ業界の悪い影響もちょっと、最近は結構関係ないかな。まあ、だから割とプロジェクトデザインって言い方で、皆さんに、ね、説明してます。まあ、人物金。みたいなものを大体裏方で、まあ、進めるみたいなのが仕事かなと思って、うちのトアンドマタって会社で言うとこんなメニューがあって、
いろんな人とお客さんとどこが苦手、どこが得意っていうのを話しながら、この部分やりますよっていう言い方でやってます。で、ちょっとこれ人物金ってよく言う経営資源で分けてますが、物のところは例えば西田さん。西田さんの場合は大体声かけてくれるのが多くて。なんで不思議なんですけど、最近多いですよ、それは。もう本当に。アトリエの建築家さんに声かけてもらって、スポットで入ったり、裏方で長くお付き合いしたりと多いんですけど、基本的に建築とか、FFE、まあ、重機、備品とか、VI、グラフィックとかは、全部デザイナーさんは、うちにはいないので、こう書いてますけど、キャスティングするっていう言い方です。で基本的にご契約も直接やってもらってます。うん、クライアントから相談あって、どんなプロジェクトやるって言って、いろいろ整理した後で、まあ、直接どうぞって。うちの売り上げっていうのは基本的には、まあ、コンサルフィーでしかなくて、不動産仲介も取らないし、設計費も取らないし、クリエイティブディレクション費も取らないっていう、まあ、割と意識してやるようにしています。はい、やっぱり広告代理店さんみたいには、まあ、なんか、なりたくないっていうとちょっとなんか失礼だけど、あんまああいうのに興味がないので、まあ、基本的にピュアにチーム内でやった分もらうっていうのを基礎にしてやってます。でこの人っていろいろやってたらもうこれ飛ばします。ですね。で、今日まあいろんな方が見ていただいてるらしいんですけど、よくわかってないんですが、うちは基本的に仕組みと仕掛けのデザインをするっていうことでやってます。で、仕組みや仕掛けがデザインしなくてもうまくいくんであれば、本業の方々がやればいいと。本当にそうなんですね。僕みたいな素人に、なんか、いろんな方が相談する必要もないというか。で、最近ちょっと整理してるのが、まあ、いろいろや、まあ、西田さんよく知ってると思うんですけど、なんとなくノリで、この人のこと好きとか、この人面白いなっていうと基本やるし、ちょっとピンとこないなっていうと、スルリと後ろに下がって、いつの間にかさよならしちゃうみたいなのは、まあ、一応大人なんでやっていて、そういう意味でいくと、なんかいろいろ残ってるのところが割とは絞れてきていて、ワークプレイスとパブリックとエリアという領域かなと思ってます。で、今日きっとね、ご興味あるのは皆さんエリアからパブリックへというところかなと思うので、その順番で少しやってることをご説明します。はい。で、これは今、もうがっつり自分も事務所をそこら辺に構えながらやっている青山のプロジェクトで、これからなんですね。一応一部できたんですが、青山なのに森を作るという、ちょっと変てこなプロジェクトです。平賀さんというランドスケープデザイナーと一緒に、まあ、地域の人の意図、意思を作って、まあ、建築は田島の設計施工で、熊さんがデザインディレクションとなってますけど、はい、そんな。で、まあ、一旦の森ができたり、いろいろしてますけど、はい。の名前、変な名前で面白いんですが、この後、これはもともと都営住宅跡地なので、ここからまた7、8年かけて巨大なプロジェクトにつないでいくと。ここ今、序章ですという形で今やってるんですが、これはまあなんかね、カートを、経営者を自分のうちの会社で置いたりとかしてます。何やってるかというと、エリアマネジメントのスキームをご提案して、地域の人と一緒に株式会社があって、実動はそこがエリアマネジメントやるっていう仕組みを作ってます。ディベロッパーさんが、大体エリアマネジメントって話をされて、まあ基本的にやりたいからやってんじゃなくて、やらなきゃいけないからやってるのが多いんですけど、そういう商業にぎわいエリアマネジメントみたいなのが割と日本では主流でしたし、デベロッパーさんはきっとそれがエリアマネジメントだとちょっと誤解されてる部分もあるんですけど、一部のね、人に誤解があると思うんですけど、まあ、基本的にはエリアマネジメントっていうものを、組織をちゃんと作ってやりましょうってことやってます。で、デベロッパーさんは開発がうまいので、運営はあんまりうまくないと。だとしたら、運営フェーズにおいては、ちゃんと委託先の広告代理店さんみたいな、そういうイベント屋さんみたいなことだけではなくて、ワンストップでまずは、またはいいんですよ。いろんな人が関わって。でも、ワンストップで誰かがその街のこと分かってて、
お話を聞きながらいろんな人もやっぱ組み上げていくっていうのはエリアマネジメントだと思うので、そういった意味で2階建てにするスキームを作って、デベロッパーさんサイドにいわゆる一般社団まちづくりは法人は基金的に動くみたいなことをちょっと設計してやらせてもらってます。はい、で僕もそこら辺にかかっていると。でこの辺は西田さんと一緒にやらせてもらって、まあ、西田君に声かけてもらってやったやつですね。まあ、僕は何やったかって前のやんちゃな社長の壁打ちやったっていうか壁打ち相手みたいな感じですかね。西田さんこう画面にいないからムカつくんですけどですね、そうなんです。いや、います、もう本当めっちゃ。でもなんかすごい面白かったのが、このコミュニティボールパーク構想っていうのは池田さんがやっぱアメリカで学んでやりたいんですってお話で、僕も勉強させてもらって本当に良かったんですね。さっきの西田さんの話とちょっと反対側から見ると、やっぱり大きな資産であるスタジアムっていうのが大体年間の3分の1しかホームゲームで使われないと、でそれが空いてますと、全然資産活用されてないよねみたいな話もちょっとあったので、とても面白いなと思って、でやっぱり公開をしていろんな人をその野球ファンじゃなくても、その場所を使うというような話をやっぱりストーリーとして西田さんと一緒にできたのは本当に僕の勉強になりましたね。いやもうこの時期広瀬さんと一緒にニューヨークまで行きましたからね。行きましたね。大沢さんも行ったしね。それでニューヨークヤンキース の, スタジアムがやたらすごくてビビるっていう、ね、あれは不動産の世界ですよね。で、まあまあまあ、まあ、そんなことをやらせてもらいました。ちょっとなんか変わった手も行った方がいいかなと思って、まあ、建築出身なんですけど、あんまり建築じゃないこともいろいろ最近やってますの事例の一つで、これは SL の話です。JR 高崎駅から水上駅まで、谷川岳のね、ふもとにある水上、今、雪で大変ですね。あそこまで SL が週に1回走ります。で、JR からご相談あったのが、まあなんかこうデザイン良くして、若人呼ぶみたいな話もあるんだけど、どうも担当者としては、なんかこう僕の大好きな SL の気持ちがそれじゃ伝わらないみたいな、ちょっと変わった人がいて、それでお付き合いしてご一緒したプロジェクトで、まあ、何やったかっていうと、実はあんまり社内改装とかハードにいじんないでもっといろんなことできるんじゃないかっていうのを提案したということです。で地元の小学生5年生を中心に集めて車両を貸し切って、そこを教室にしようと。で SL なんでゆっくりしか走れないですね。ゆっくりしか走れないから SL なくなっちゃったんですよね、新幹線に負けて。でゆっくり走るってでもメリットもあって、周囲のこう風景をゆっくりこう楽しめる、だから割とこう周りにあるものが分かるみたいな話を使って、車窓から見える風景を教室にしようということで、区間区間に先生を立てて、でブラタモリでは河岸段丘の解説をした地元 の, 高校の地理の先生だったりが、みんなに小学生のみんなにあれが河岸段丘だよとかってこうやりながらですね、フリップもこう出して教室やるということをやります。でこれは単なるイベントに思えるかもしれないんですけど、だいたい高崎の子どもたちっていうのは東京の大学行ったりします。でその時にどれぐらいこう高崎から水上へのいろんなこう知ってるようで知らなかった地元のいろんな地理だったり産業だったり、なんかいろんな人が働いている頑張っているみたいなことを知ってると、やっぱりこうアンバサダーになるんじゃないのみたいな話を思ってやりました。で割と環境が良かったもんでJR さん、まあ今ちょっとコロナ大変ですけど、まあ、毎度毎度地理の先生を呼ぶわけにもいかないので、車窓からの風景を教科書にというかパンフレットにして、でこれを地元の小学校に全ての小学校に配るみたいな、そんなことやったりもしました。はい、でこんなのはもうなんかもう本当にアイデアから始まるって感じで、一緒に業務自体を組み立てるみたいな感じですかね。あと建築家のナップの中村さんとやって完成した上勝町では、まあ、ご存知の方も多いかもしれないですけど、なるべくこうゴミを減らそうって町で、家庭ゴミもゴミ収集車じゃなくて自分の車で運んでいって40何種類に分別すると素材に、まあ、その取り組みがこの、上にある掘ったて小屋みたいなので起きてたので、いやいやこれこそちゃんとそもそも使いづらいってこともあるし、安心安全って意味でもちょっと良くなかったので、そこのイニシャル部分だけは国の予算を使ってやって、で建て替えをすると。でせっかく建て替えんだったら地元の建材とか
ゴミと言われるような建具をなるべく使いましょうみたいにやってるんですけど、まあ、僕はこれ何やったかというと、年度予算がゴミの収集のサポーター費で2、3人区分で1000万ぐらいしかないんですね。でゴミ収集車回せないんですね、予算的に。で、それ増やしてもしょうがないなと思ったので、全く同じ予算で、ただしここがもっと盛り上がるようにっていう点として、わかりにくいんですけど、丸っとしてるこれ。これを宿泊体験施設って、まあ、いわゆるホテルですね。ホテルにして外貨獲得するっていう仕組みを作って、で、議会のおじいちゃんおばあちゃんに、議会って言っても15人ぐらいですけど、通って理解してもらって、それならやろうというふうに言ってもらうのが僕の仕事でした。で結構割とうまくいっていて、まあコロナで待ってもやっぱりここに来るって人もいるし、もともとですね、インド、アフリカ、中南米、東南アジアの人たちの VIP、環境省系の人たちがいっぱいいらしていて、やっぱこれから、なんでしょうね、ゴミバンバン燃やす。で、そもそも道路を整備して、で、ゴミ収集車回すみたいな世界ってないよね、みたいな話もあって、いろんな人が見に来てたと。いうこともある、手伝って、結構割と面白い形になってかなと思います。まあ、この辺かな。まあ、あとご存知かもしれない、重複支店という渋谷で福祉を変えるみたいなイベントをずっとやってたりとかしてました。まあ、あとちょっとです。で、もう一個、まあ、そうは言ってもですね、やっぱり企画とディレクション、プロデュースだけだとなかなかこう、考えてることがやっぱりはまらないなというところもあるので、やっぱり特に公民連携って言われている領域においては、事例も少ないものですから、割と運営やっていってもいいんじゃないかっていうので、いい会社を作って、で、もう一人、社員だった人がちゃんとタイトルやってくれてるんですけど、その会社でやってることもちょっとご紹介します。そうですね。これも僕が考えたって、そのメンバーが考えたんで。僕って大体お参加してますよね。人が書いてることを自分で言うってね。あんま良くないなと思いつつ。その彼らが言ってるのは、うん。まあ簡単に言うと、民間でゴリゴリやってると、やっぱ大変なんですよね。利益出すために。コロナなんか来ると本当に大変ですよ。10%、20% の利益率守ってたのに、なかなかそれすっ飛ぶと。で、今日空き家の活用ってお話も多いらしいんですが、不動産コストってやっぱ業態によって違いますけど、飲食店でいうと 10% から 15% ですか、売上の。で、100万円の売上の飲食店は10万円の家賃負担。で、アパレルさんだったりすると 2割ぐらい、20万円。で、要は、その分確かに空き家は楽になる可能性があるという言い方もできます。で、じわっと聞いてくるんですけど、やっぱこんだけ結構コロナみたいなことが来ると、そもそも売り立たないじゃんって話もあって、そういう意味ではすごくこう、不動産だけの問題じゃやっぱりビジネスはないなというときに、公的なプレイヤーっていうのがやっぱり過去いまして、指定官であったり、業務受託を受けるんですけど、基本的に受けたご予算で、行政さん、これもともと税金です、皆さん。割と赤字にならないとできてるんですよね、大抵の場合。で、そこをなるべくもっとコストダウンして利益率上げるみたいなのが昔のちょっと企業体質みたいなのがあったんですが、やっぱそこら辺を思うに、本当にもう継続性をちゃんと担保するレベルの利益残す以外は、ガンガン挑戦できるっていう意味で、これ公的空間、公共施設はクリエイティブになるって言われるとなんかちょっとピンとこないじゃないですか。でビジネススキーム上結構あり得るというのを考えて、そこを徹底的にやっていこうっていうのが、トレックっていう会社です。で、そこでやってる図書館。軽くご説明します。まあ、いわゆる駅前、これ、葛飾区亀有駅前、いわゆる再開発ビルですね。はい。で、イトヨカドフルパッケージみたいな。それ、ぐんぐんイトヨカド借りません。すごいですよ、これ。1階と B 階しか借りてねえのに、でっかい看板だけ残ってるみたいな。看板外そうお金かかりますみたいな。そんなやつです。これの7階に、社食だった場所に、小さいと子供専用の図書館を作り、葛飾区さんと一緒に運営をしています。まあ、図書館と言われるといろいろね、イメージあると思うんですけど、割と自動化の要素もあるし、イベントスペースも狭まるし、
いろいろ不思議なグループを作って。そで真ん中にシアターって劇場があって、読み合わせだったり、イベントができるっていうのが割と大きいか。で、本を選ぶのも全部自由にやらせていただいていて、うちの方でやってます。要所とか、カタログとか、そういうのをアーカイブとして、アーカイブっていうか、本当に楽しんでもらえるようにして、ものづくりのスペースとかないと。いろんな変な人呼んでます。変な人。アーティストだったり、クリエイターだったり。別にやらせじゃなく、本当に、来ようと思って。葛飾区住んでるから、すごい、週来てくれる。あ、そうなんだ。これ、そうですね。吉本芸人だけど、吉本飛ばしてますから、ちゃんと言ってあるって言いました。すごい、今の。こんなの運営をずっと、もう3年ぐらいやってますかね。いろんなことやってるんですが、図書館ってやっぱり本当に一番きっとよく言う図書館戦争っていう小説や漫画もやアニメもありますけど、最終兵器なんですよね。公的な施設の。もう図書館が守れないと国家がないっていう言いようもあったり、エジプトからずっとあるパブリックの施設なので、まあ、それをもっと面白くしたいね。あ、ちなみにでも、既存の図書館を全否定全然してなくてですね。うん、僕よくいろいろ毒づくんで、悪い誤解があったらいけないと思うんですけど、本当に普段の図書館ってやっぱりよく守られててよくやってるなっていうところがあります。例えば貸し出すってことですね。僕らは一応貸し出さないってことを実験的にやらせてもらっていると。貸し出さないんで、こういう受信分類法もないし、規則正しくしなきゃいけないこともないし、ブックフィルムを貼ることもない。貸し出さなきゃいけないんで、大抵は。そうするとやっぱり保護フィルムとかも貼らなきゃいけないですね。でも絵本なんかはやっぱりこう素材感こだわってたりもするので、とってもこれがもったいないことにもなっていると。あと、一般的公的だと全ての人が入れるっていうのが前提ですが、小学生以下は無料ですけど、保護者もしくは、まあ、大人の単独での入館を許さないということも、葛飾区の役所のメンバーと話し合って OK もらってやってます。うで、言葉の本っていうテーマでやっておりまして、なんかこれ似た感じの施設が立川にできちゃって、あまり兄弟関係にないんですが、言葉っていうのは僕らが一応先に考えてます。で本当にカーディーラーさんに相談をして、毎年の新車のパンフレットもらったりとか、いろんなそういうの含めた、子供たちが楽しいと思いそうなの、ジーンとかも含めて、入れてます。洋書も写真集も。あとこの辺の禁止サインを出さない。これ辺もね、きっと、実は西田さんと行った時に、割とニューヨークで勉強したことの一つで、もうずいぶん昔ですけどね。なんか、ブライアントパークとかみんなピーピー、キャーキャー言うから、まあ見に行きつつも、なんかあそこのサインの出し方が、タバコは吸わないでって書かずに、花の香りを楽しみましょうって書いてあったみたいな。そういうのすごい影響を受けて、なるべく何々をするなという書かない。こういうの嫌だねっていうのが事例。これまあ、割と高速とか乗ると俺たちすごいよって貼り付けてる某有名な図書館ですけど、あ、これはないよねと思うんですよね。これすごいですよ。もう黄色で全部書いてあって、スタッフユニフォームも黄色なんで目がチカチカするっていう。はい。こういうのはやっぱりなんか自由じゃないなと思いますね。こういうのは。で、なんか猫とかウサギがペコッとしたりするんですよね。誰だお前みたいなね。やばい、だんだん毒づくからやめよう。で、まあ、あ、これはちょっとね、まあまあいいんです。で、あとは、やってて面白いのは、やっぱりプロデュースばっかりやってたんですけど、運営をやらせてもらって、まあ、僕はあんまり現場来るなって言われてる側なんで、あれなんですが、現場のメンバーから教えてもらうことのすっごく面白いことが、やっぱりこう、さっき大沢さんとかね、皆さん言ってたけど、そのやっぱり主体性を持ってるっていうか、別にこう、プロデュースでも結構危ない言葉で、関与してる側が何かを誘導してるわけじゃきっとないんですよね。そう、偶発性がやっぱすごい面白いわけだし、日常がそれが大事だと。あるので、ちょっと事例を。これ見えるかな？
これちょっとね、長岡弁さん、ポイントの長岡弁ちゃんが作ってくれたんですけど、この空間は。こうやって、今日は恋のお悩み相談室がありますっていうサインを出して、このスペースで女の子たちが営業開始するんですね。まあ、お金は取ってないですけどね。で、今日は3時からとかって、だんだんこう激しいサインになっていく。まあ、きっと客が来ないんですね。で、直接相談は恥ずかしいから紙を入れてくれみたいになってるんですけど、さら無理だろうみたいな話もあってですね、いろいろノビリティグッズ作り出したりして、なんとかこう、この恋のお悩み相談をやりたいんですけど、あまり来てくれないよと。で、もう空中分裂して組織が、私は辞めて何でもクラブの方がいいと思いますみたいな。で、ここら辺は事務室に手紙が入るんです。こういう。で、だんだんこう無視するしてるとこういうことになるっていう。お願いしますみたいな。じゃあやってくださいみたいな。で、他にもですね、何でしょうね。禁止サインを出してないんですけど、さすがにこう、フリーで書ける紙は3枚までって言うと、両って書いてくれたり、そう、葛飾亀有なので、漫画はやっぱり一応、こち亀は全部揃いましょうってことだと、本当に戻すの大変なんですね、スタッフが。そうすると、なんかそれを見てたメンバーって言ってるみたいな、子供たちが、本当にスタッフを気遣って、順番通りにお願いしますとか、三日新聞も本当に勝手にやってくれて、Q&A を作ってくれたり、FAQ を貼ってくれたり、あと YouTube やってないなんてありえねえとか言って、MidTube とかも作ってくれたりとかですね。まあ本当にそういうのはすごい面白いなと思ってます。はい。で、こういうのを組み上げていくと、僕らは僕らで一応やっぱ大人なんで、じゃあ子供たちのもっとこう、新しいきっかけ、好奇心を作るみたいなことをやるっていう意味では、普通の図書館だとやっぱり手が回っていないような、興味を持ってもらうきっかけをどう作るか。例えば VMD って言われてますけど、商業施設のビジュアルマーチャンダイザー、マーチャンダイジングをやってるディレクターさんとかと、どういう形だともっとこう本のこう塊として企画を立てたり、それを手に取ってもらえるかみたいなことを考えたりします。で、こういうのを小さいこう図書館ですけど、逆に葛飾区内の、中学校、小学校の図書室とか、そういったところにも逆にこの、なんていうんですかね、考えたこと、やり方を展開できたらいいんじゃないのみたいな意味では R&D なのかなと思ってます。とかく来場者数、あと貸し出し冊数っていう KPI に縛られて、公的なものを図られている部分が多いんですが、よくやってますよね。芸能人さんが書いた本、人気なのをいっぱい置くと、それ貸し出し冊数増えると。で、今度出版社は出版社でふざけんなと。図書館でいっぱい貸してんじゃねえと。俺たち稼ぐのそれなんだ、みたいな。なんかどっちもちょっと若干なんか大丈夫なのかなと思いますけど、そういうんじゃなくて、もうちょっとこう、本当にいいものをどういうふうに手に取ってもらうか、みたいなところをちょっとこう、考えたりしてます。はい。あともう最後ですね。まあいろんなメンバーとこれ作ったんですけど、大事にしてるのが、まあ、西田さんの事務所は本当そうなんだけど、作ってさよならってやっぱり、どうしたってデザインやってると、まあ起きてしまいがちなんですけど、なるべく僕ら側からも声をかけて、建築家だったりテキスタイルデザイナーだったりグラフィックの人に定期的に来てもらって、で、いろんなイベントやってもらったりと、なことをやってます。はい。あといいかな。あとサイトとか。そうですね。これうちの目標で、その会社の目標で、よく公民連携って何ですかとか、官民連携と何が違うんですかとか、若干そもそも NPO がノンプロフィットが利益が追求しないとか、なんか普通に翻訳の問題があって、日本でいろんな誤解があると思うんですが、ごちゃごちゃ言う前に、駄菓子屋さんみたいなことやりたいですって最近言ってます。で、駄菓子屋さんって昭和の人しか知らないから、若い人ちょっとついてこれないかもしれないんですけど、簡単に言うと絶対儲かんないんですよ。駄菓子屋。でも駄菓子屋絶対路面店にあるんですよ。2階とか3階じゃないですね。で、なんでかっていうと、やっぱり基本的には大家さんだった、そこの場所の人が、まあ大体おばあちゃんが多いんですが、1本10円のうまい棒を売るわけですよ。でそこに偏差値関係ないし、学区関係ない子供たちが集まって、当然縦割り、割りもないんですけどね。年齢も関係なく集まる。で、これをパブリックと言わずして何なんだと。やっぱ思うわけなんですね。これこそ民設民営パブリック。公共だと思うんで、
決してこう行政主体の公共が公共だってやっぱ思わない方がいいのかなっていうのとか、まあ、右は誰もが知ってる機械式ロボット猫の空き地ですけど、あれなんかおころまんかもすごい面白いなと思うのが、なんか土管3本積まれてれば、そこが隠れ家にもなればステージにもなったり、もう決してここになんか何々するなって看板ないんですよね。なんかこんなことがやっぱりもうちょっと、残念ながら意識的にやんなきゃいけないんですけど、意識的に作っていけたらいいんじゃないかなっていうのが最近の取り組みです。はい、以上です。ちょっと伸びたかな。ごめんなさい。いいえ、ありがとうございました。いや、むちゃむちゃ面白いです。ゆうさんのお話もむちゃくちゃ面白いし、実際にそこで行われてることが、こうなっていくんだっていうのが、すごい本気で参加するとそうなるんだなっていうのが、すごいよく分かった。子供とかってすごい、あれですね、反応が分かりやすいから。そうですね。まあ、近くの区役所の人たちもすごいんですよ。ね、そうそう、それも思いました。僕らと一緒に作ろうってやっぱ思ってくれてやって、うん、僕今1個目これメンバーと作れたんで、あとは、まあ、いろんな行政さんの人が来て、これを一緒にやりたいんであれば、こういう条件で、指定官だろうが、まあ、なんなり委託、住宅だろうができるよって、ここを気をつければできるよって言い切れるんですけど、まあ、当社は何もケースがないと、やっぱりこう、難しいんですよね。うん。で、やりたいことしかやっぱやりたくないっていうのは、結局あるので、そういう意味でいくと、本当にそれに、むしろお付き合いいただくどこかリードしてくれたっていうのが、何かの方がいて、今でもよく、本当に会うし、勉強させてもらうぐらいの人なんで、それは秋でしたね、本当に。すごいですよ。なんか逆16金の図書館っていうか。そうですね。でもね、本当に、図書サービスカウンターっていうのをもう一個別に設けて、普通に貸し出し、予約されたものを貸し出したり、返却受けたりっていう業務もちっちゃくやってるんですが、ああ、なるほど。それで中央図書館とかとのお付き合いもあるんですけど、まあ、さっき言ったように、やっぱね、結構大変なんですよね、図書館って。でも図書館やっぱり最後の砦なので、僕も割といろんなものを変えていった方がいい派なんですが、当然ながら。でもやっぱり、その首長マターに文化施設をしていこうとか、いい部分もあると思うんです、自由度があって。図書館はね、やっぱでも確かにちょっと危険だなと思いますね。それは教育委員会が全部仕切ってていいのか分かんないけど、なんかこんな話していいのかな、ちょっとマニアックな。それも制度上結構難しいなと思います。守んなきゃいけない部分あるんですよ。やっぱり、どんな時代でもちゃんとその、フラットに図書を揃え、アーカイビングして、やっぱ残すっていうのは、むしろ日本人弱い。中国人ですらずっとね、宦官制とかあったり、どんな政治になろうが、図書館員だけは殺さないっていうのがね、真の始皇帝からずっと続いてるわけじゃないですか。うん、なんかこう、うんうん、なんかこう、そういうのはやっぱりあんまりこう、いわゆる民間強いぜ理論とか、あんまりよろしくないなって、最近やってみて思いました。前は僕はもう木下君と一緒でも、全然解放みたいな感じだったんですけど。でも結局公園がスターバックスばっかりになるぐらいだったらどうなのと思うし。ね。そこは難しいところですよね。やってみてわかると、はい。税金を投下すべき施設ですからね、図書館も本当に。いや、面白いっす。ちょっとなんか多分この YouTube の先にいる皆さんも、一個個全部掘り下げて一回一回コーヒーにしてもらいたいなって思ってる人多いと思うんですけど、それくらい一個一個のなんかプロジェクトの中におけるなんかコンセプトとそれに対してこうやってることが素晴らしいなってちょっと思っちゃいまして、僕らのエンジョイワークスって会社も非常にボトムアップで街を作るというのがコンセプトなので、西田さんにしても広瀬さんにしてもすごくなんていうんですかね、教えていただきたいこともあれば、なんか共通してやれてることがすごくあって嬉しいなってちょっと思っちゃいました。ありがとうございます。はい、ちょっとだいぶ時間を押しました。あ、別にこの広瀬さんだけじゃなくて、ちょっと面白くて伸びちゃっておりますが、この後ですね、実は、オンデザインの皆さん、
に、ちょっとこう、話すためのキーワードを9つ用意していただいたんです。これ、あ、出てます今。出てますかね。大丈夫。はい。自分の街、人とことの百貨店、街で遊ぶ、問いのデザイン、時間のデザイン、空気を読まない、で参加から駆動へ、で自分は何をやる、でナラティブな街っていう9つのちょっとキーワードを用意いただいてます。まあ、さっきのあの参加がもうなんかだいぶ駆動してんだろうなっていう面白い事例があったと思いますけど、西田さん、なんか今日の話からいくと、これどこから始めた感じが良さそうですか？いや、僕ちょっとすいません、あの内容分かってないんで、あの松葉さんがえいってをさせてもらえるわあ、そうですか。いや、僕でもまあ一旦一番左上にある自分の街っていうのはどういう意味での自分の街なのかなって聞いてみたくて、ちょっと今日これ多分ごめんなさい、時間があまりないので全部はいけなさそうなんですけど、これあれですよね、考えていただいた方からまずトークを始めてもらう感じですか？私です。はい、はい、町の方と、まあ、関わりながらこの場所を一緒に使っていきましょうっていうのを結構 やってきたんですけど、その町の方って意外と、何でしょう、ここ自分の町だからここを自由に使っていいよねっていう感覚が、ここ自由に使っていいですよって一言言ってあげるだけで、なんか何でしょう、これもやりたい、あれもやりたいっていうのをどんどん持ってきてくれるなっていうのをすごく何でしょう体感しておりまして、で普段からここはもう自分の街だから使おうみたいな、何でしょうね、そういう感覚が感覚を引き出すみたいなことを多分皆さんもなんかやられてきてるのかなと思いまして、そういうお話をできたらと思い上げさせていただきました。なるほど。自分の街になってく仕掛けみたいな話ですかね。なんか多分、いきなり、まあ、使っていいって言ってね、どんどん使ってくださる方もいっぱいいると思いますけど、なんかきっかけがあることが多分、そういうことを誘発するのかなと思うんですけど、仕掛けっていうのはやっぱり、ヒロさんの今日のお話の中にだいぶキーワードとして出てたなと思うんですけど、いかがでしょうか？いや、なんか一番難しいやついきなり来てるんじゃないかと思うんですけどね。千代さんがいきなりなんかゆっくりした言葉で、なんかこう、自分の街だから使っていいって言うとみんな使いますなんつって、そんなことあんのって思っちゃいましたけどね。あの、どうですかね。あの、わかんないな。ただ、うん、まあ、自分のの定義も結構いろいろですよね、うん、あの古い人はそういうふうに言うし、地主はね、だけど、うん、マンションでドガッとこう100世帯に300世帯とか、それこそあのね、日吉で、あの僕もあの日吉のプロジェクト初めの部分はお付き合いをさせてもらったりするか分かりますけど、やっぱマンション開発とかになると500世帯急に来たりするじゃないですか。その人たちいきなりエイヤで自分の街って思うわけだし、団地なんていうのはもうその最たるもので、昔のそれが今おじいちゃんおばあちゃん貸してるみたいな話ですけど、割とそれ千代さんでも恵まれてるからそういう機会があったんじゃないかな。そうですね、かなり環境がキャラが立ってるか、キャラがうまくいく、恵まれてて、まあ、なんでしょう、私がそう現地に結構張り付いていたんですけど、ちょっとこの街でなんか一緒にやりませんみたいなことを呼びかけ続けると、ファシリテーションは大事ですよね。はい、あのここでちょっと何でしょう、防災ピクニックやりたいお母さんが出てきて、うん、週一開催したりとか、焚き火を回してくれるお父さん来たり、DJ が来て空き地ディスコやろうみたいな話がどんどん出てきているっていう経験が。いいですよね。でその人たちについて、うん、あ、すいません。共通点がその自分の生まれ育った町だから自分のできることをここでしたいっていうような思いを結構口を揃えていてくださっていて、なんかその感覚を自分のできることで無理なくシェアするっていうことが結構
持続可能にするためにそこの場所を使っていくっていうこと大事なのかなっていうのを、うん、はい、思ってました。なんかでもきっとこう全くお金を生まないとっても大事な活動とか状況みたいなものと、もう一方でいやそれ自体がそもそもそれを金を生むことだけで考えてていいのかっていう地主の話があるじゃないですか。できっと、あの野村、これは放送されてるんだよね。なんか宣伝してるみたいなあれだけど、まあでもあのメンバーはよく頑張って考えて、やっぱりマンションデベロッパーもただ売って終わりじゃないと、うん、これから考えていかなきゃっていうんで僕もお手伝いしたんですけど、ちょっとやっぱりこう地面の経済性みたいなものを、もうちょっとかなり、でそれが後でいつの投資回収になるんですかとかって野暮なこと言うのはなしにして、なんか本当にミックスされた方がいいんじゃないかなと思うし、一方でそういう活動がある方が気づく人は増える、うん、あの要は地主サイドっていうか、その地主っていうのは問題じゃないんだけど、開発だったりいわゆるこう 大掛かりな経済性でも割と短期的ね、来年か再来年それをバシッとはめ込みますみたいなお金でね、いう人たちとずっと焚き火しますみたいな。焚き火は儲かんないんだけど、なんとなく焚き火しますみたいな人たちがいたとしたら、なんかもうちょいそこをこう寄せていかないといけないし、まあ、焚き火しとかないと気づかないんでしょうね、みんなね。あの昔の三種の神器みたいに、洗濯機欲しいみたいなね。マンション欲しいみたいな。なんかそんな感じになっちゃってるじゃないですか。いや、なんか、ちょっとわかんないな。難しい話にいきなりなっちゃってると思いますけどね、これは。うん、そういう意味だったんですね、これ。なんか、で僕、最近、ちょっと全然今、千代田さんの話と全く違うことを話すと、さっきちょっと途中で紹介した、あの15分都市構想っていうパリ市の市長が言ってるのめっちゃいいなと思って、自分で実践するようにしてて、うん、今年の目標は、自分の徒歩15分圏内を良くするっていうことにしようって思ってるんですよね。で、なんかやっぱりこう、計画を作ろうとか、ビジョンを作ろうとかって、ちょっとなんか、なんていう、ちょっと遠い話すぎて、なんかあんまりこう、リアリティがないし、フィジカルじゃないんですけど、それこそ小泉さんと一緒に行った、あの、石巻とかだと、もう目の前にあることが、まあ言ったら瓦礫を撤去するみたいな話だったりもするから、まあじゃあ、そこにいるなんかお母さんがお化粧する機会を作ってあげようよ、みたいな、なんかそういうこう、なんか、めっちゃリアリティが目の前にある感じなんですよ。で、なんか、コロナになって皆さん、ちょっと街を歩く機会が増えたというか、まあ、自宅でリモートワークしてたら暇だからちょっと散歩する機会が増えたりして、まあ、カフェがあるなとか、パン屋あるなとかっていうふうに気づいた人すごい多いと思うんですけど、なんかその感覚の向こう側に、なんか、ちょっと良くしたいなっていう気持ちって生まれるのかなと思うと、なんか、あの計画する側の、まあ、今回プロデュースみたいな仕方なんですけど、なんか計画する側の人も同じぐらいの目線の方がいいのかなっていうことをすごい思って最近感じています。うん、そうですよね。なんか僕もあの西田さんもそうですし、ここの広瀬さんもあの皆さんやってらっしゃることって、その、まあ、言葉では仕掛けとかさっき言っちゃいましたけど、なんかそのどの辺までをそのなんていうんですかね、あの意識してデザインしてるっていうか、まあここまではこういう多分こんなことがあるだろうからこんな仕掛けをしとくたらいいなっていうのと、なんか今みたいにもうちょっとなんですかね、こんなことがあったらいいなぐらいのことを積み重ねたもので出来上がってるのか、なんかどの辺までをプロデュースしてるというか、西田さんの場合、西田さんももう完全にプロデューサーだと思うんですけど、あのどの辺の領域まで踏み込んでやるのが仕事の領域になってるのかなっていうのが、なんかちょっとヒントを伺えればなと思ってるんですけど。でもなんか松島さんって、なんかこれ別にここで言っていいのかどうかわかんないですけど、なんか家の近くで働きたいみたいな理由でエンジョイワークスに転職しませんでしたっけ？え？それもあります、それもあります。うん、いやなんかその理由すげえいいなって僕その時聞いた時思ったんですよ。うん、あのもともと東京の会社にいらしてて、でまあご自身でまあ企画したあの鎌倉の何ですかね、二軒長屋みたいなところに引っ越した後に、まあ、転職した時に、いや、やっぱ家の近くで働くってこんないいことないですよみたいなことを、まあ、言っていただいたんですけど、まあ、もちろんその別に通っ
通勤がダメだとか言ってるわけではなくて、なんかそういう、こう自分の生活圏みたいなことをちょっと良くしたいって思うっていう行為自体がもうそもそも街づくりなんじゃないかと僕は思うので、そうですね。なんかその、うん、プロデュースみたいな言い方しちゃうとちょっと大きな話をしてるように聞こえるんですけど、このぐらいの目線が、なんか、松島さんがやられてることみたいなことがいいんじゃないかなって。まあそうですね。僕ね、自分で勝手にお隣さんと家を作ってみようって言って、あれはなんか別にプロデュースとかそういう話でも全然なくて、そうなったら楽しいじゃんっていうことをやってみたら、町の人にとっても多分実はいいことになってたりするのかなとか、なんかそんな思いでやったりするんですけど、とはいえね、なんかそれをやってくれって言われると、なんかその、それっぽく言わないと仕事になんなかったりするのかなって思ったり、プロデューサーっていう仕事で言うと、そういうのをちゃんとプレゼンしなきゃいけないから、なんかね、今みたいなくらいでお話できるとすごく楽しいんでしょうけど。うん、なんか僕気をつけてるのは、初めのメンバーはいいと。いろんな関係者で。うん、連携とかだといろんな人出ますと。うん、で、それこそ僕、すごい尊敬しているような人が区役所にいますって。でも、人事異動ありますよ。UR さんとかとも仕事してる人事異動ありますと。で、全然違う人来ちゃうと全然変わっちゃうんですね、話。うん、だから割とそういうどちらかというとそういう意味では性悪説にも近いのかもしれないけど、とっても生前でやってたことが一気に性悪になるっていう、そのすごい嫌な状況を何度も味わってるので。なるほど。味わってねえか、味わってるね。苦虫潰して。でそうなんないようにやっぱり契約書とか例えば協定書を結ぶとか、要はそのある紙、面白いんですけど、書面ベースってあって、カクカクしかじか、こういう状況でこういう人たちはこういうふうに考え、これをやるって言ったんですよねっていう紙を残すとか、あと、運営にフェーズが移った時に、では、運営者がやっぱり自由に裁量権を持ってて、やっぱりボトムアップってよく言う言葉はいいけど、ほとんどボトムアップにならないですね、公的な施設は。ボトムアップできるように担保してあげる。仕組みを作るとか、そういうなんかこう、ことばっかやってますね。どっちかというと。すごい大事だし。いや、でもこの間、ツバメアーキテクトっていう若手の建築家で結構街に入ってってる、あの彼らとあの広瀬さん一緒に仕事やってるじゃないですか。もう毎回し、単独。で、もうなんか、三藤さんが、いや、広瀬さんのすごいなと思うことは、なんか話してるうちに来年の仕事を作ってることだって言ってたんですよ。こうなんか打ち合わせしてて、これはもうなんかこれは全然違う、今日疲れた。なんか今、サンド君最高で終わっちゃってワイン飲もうと思ってそんなこと言ってたんですか。いや、なんか広瀬さんって、やっぱなんかこう、組み立てていった先に、新しい、あ、これもやっといた方がいいですよねって言って、よくよく聞いてると、次の打ち合わせの時とかに、なんかちゃんと仕事ができてて。ないっすけどね。うん、なんかやっぱでも今の話とかってそうだと思うんですよ。そのちゃんとこう紙で残しておこうとか、あ、そう、メンバーがこう変わっても共有できるようなその握り方をしておこうみたいな、うん、それが多分僕らみたいな、まあ言ったらこう現場だけでなんとか前に進めようという人たちから見ると、なんて、うん、計画的っていうか、 なんて素晴らしい取り組みの仕方なんだろうっていう三藤さんの感動だったと思います。嫌な目に遭ってるだけですよ、過去。もうそれぐらいしかもないですよ、おじさんは。いや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 。めっちゃ、めっちゃ学びたいです。サンドさん最高。本当面白くて一緒にやってて。今はそういうのが多いです。もう30代前半の人たちとチーム組んでやるみたいなのが増えてて、すごい楽しいですね。そうじゃなきゃなと思いますね。僕、やっぱ都市デザインシステムでそれをやらせてもらった側なので、うん、10、20年ぐらい前に。やっぱそれはすごい大きい。なと思ってて、本当に。なんか最近はすごくバック考えてますけど、まあでも話を戻すと、なんかこう、いろんなこう、壁を越えなきゃいけないですよね。所有と、ね、経営と運営とか、なんだろう、時間軸で言うと開発と設計と施工と運営とか、なんかもうちょっとそういうのを、うん、関してやれるようにはしていかないと、いけないんだろうなと思うし、プロデュースは割と開業までが多かったと思うんですけど、うん、ぐっとこう
ね、西田さんと言うんですよ、設計なのにさ、設計なのに運営という中もう、うん、そうそうね、なんかいろんなもの拾いに行ってる感じがするっていうか、ええ、それはあれです。でも超える人が必要ですよね。まあ、ビヨンドアーキテクチャはまさにそうだと思うんだけど。うんうん、いやそれはあれですよ、大沢君とか拾うんですよ、もうめっちゃ。大沢君よくわかんないもんだって。もう大沢君ずっとわかんない、もうずっとわかんない、謎。全然本音で話してくれないし、もう。いや僕も公開処刑になってるか分かんない。公開処刑。この人ね、本当によく分かんないですよ、本当に。面白いですよね。そうなんだ。いや、確かに、西田さんとかね、オンデザインっていう事務所の取り組みって、なんか僕が建築を学んでたね、学んでたって今でも好きですけど、20年くらい前からすると、なんか想像つかないっていうか、なんかそれが建築家なんですかっていうような取り組みをされてる。さっきのスライドに、まあね、当たり前っちゃあれですけど、建築の話なんか一切出てきてないし、そういう意味ではすごい面白いよなと思ってる。うん、西田さん、今建築家なの？やっぱ。いやいや、もう別に僕はなんて言われてもいいよね、立ち位置を取ってます。でもどんな感じですか？一応建築家って言ってんですか？でもなんか例えば、うん、さっきあの話に出てたそのベイスターズの仕事とか、まあ、大沢さんとやってる、あと、はい、その、うん、今日はちょっと出してない相鉄の仕事もやってて、横浜だったその相鉄の沿線まちづくりとかやってるんですけど、なんかそういう、 こう部署内移動が結構あるクライアントの仕事だと、移動してきた人が建築家かどうかとか知らないんですよ。まちづくりをやってる取り組みを一緒にやってるぐらいのレベルで、あのアサインされてくるんで、うん、半年ぐらい経ってから、あ、設計もやってるんですねとか言われたりするんですよ。でも別に、あ、そうなんですみたいな、まあそういうのも売りですみたいな、うん、そういうのも売りですなんて。そうだから、ドメインが別になんかどっちがっていうのは、あのそのなんてケースバイケースに合わせてます。うん、うん、でも本当よく言われますよ、なんか設計もできるんですか、デザインさんってとかって設計も笑っちゃいけない。大沢さんだってやってないんでしょ？やってますよ、やってます。設計やってるの？あ、そうなの。まあでも本当にそうそう、あのまあちょっとしたなんていうんですか、あの回収みたいなものとかも結構やっぱだからそういう流れで多いですよね。このちょっとフォンブース作りたいですとか、なんかそういうところからも全然あのコミットする機会が多いですよね。うん、なんか全然今日の趣旨と変わっちゃうからやめとこう。でもなんかこの間芸大で宮崎さん、あの萩生の宮崎さんに呼ばれて講演させてもらった時も、なんか広瀬さんこそ建築家ですとか言われたんだけど、正直マジでないですよね。あのなんていうか建築設計好きすぎるから僕は、いやもうありえない、そんなもう建築家とか自分のこと言うなんてことは絶対ありえないみたいな、そこは割と右翼っぽいんで、なんでしょうね、建築ラブなので、あの昔のね、昔の建築ラブなので。でもそれ多分あの広瀬さんの年齢の人たちが感じる建築家像で、宮崎さんの年齢の人が感じる建築家像は違うんですよ。そうなんだろうなと思って、本当にもうだいぶ変わってきてるんですか、やっぱり。そのですね、建築家っていうなんて自称だからこそ難しいっていうか、いや言えないですけどね、僕なんかね、もう絶対ないと。言わな、みんな西田さんでもギリギリいける口？いやだから僕はどっち側からでもいける、こう玉虫色をやってる。ずるいな。事務所あるからな、事務所ってちゃんと設計してるからな、それはそれでな。玉虫色の建築家なんですね。面白い、ね。あれだから全然自分ではどっちでもいいと思ってます。ドメインがないです。でもまあそういう仕事になってるってことだよね、なんか、あの、うん。なってると思います。領域自体が。まあ、建築家側から来たとしてもそうでしょうし、まあ、事業側からそういうことを組み立てるってことを考えた人も、結局やっぱり街づくりと同じ領域をやっていかなきゃいけないんだとすると、あの面白いなと思うんですけど、すいません、なんかもうちょっと全然あのコントロール効かない感じで申し訳ないんですが、すいません。いやいや、ちょっと面白くてしょうがなくて、でもこれあとまだここ8つも残ってるのはどうしようかと思って今聞きながらやってるんですけど、あと2つぐらいしか話せないなと思って。でもちょっと僕が選ぶとバランス崩しそうなんで、あとお二人考えてもらった中で、これはちょっと今日は言ってこうよっていうのって、
どうですか。ぜひ。大沢さんどうぞ。はい、これ放り込みましょう。ですか。これ出さなくていいんだよ。ですね、僕が出した中からだとですね、そしたらまあ自分は何をやるっていうふうに、言うのを、一つ、下の方ですかね、挙げてるんですけど、まあ、やっぱりこう、まあ、僕も別に建築家とか地域プロデューサーみたいな感じで、まあ、名乗るようなこともあんまないんですけど、やっぱりこう、そういうそのプロデュースというかその全体の調整役みたいな、まあ、立ち位置になった時になんかこう、まあ、上から目線じゃないですけどなんかこうプロデュース してるみたいな感じに、まあ、見られちゃうというか、まあ、そういう立ち位置は仕方ないと思うんですけど、まあ、そういうのがやっぱりこう、まあ、そういう感じになった瞬間にこうあまりこうリレーションシップが街の人と築けない感じが、やっぱすることが多くて、まあ、そういった時に、まあ、じゃあ自分やっぱり自分たちで何するんだっけみたいな、何を、まあ、まず最初に自分たちで何かやろうかみたいな、まあ、ことを、まあ、オンデザインの取り組みを結構大切にしているので、なんかやっぱりこの、なんですかね、まあだから僕らも、なんですか、あそこそコーヒー入れますとか、もありますし、あと、なんですかね、まあ、うちのスタッフでね、こう星空に詳しい人がいるから、星空観察会やりましょうとか。まあ、そんな感じでこう自分たちができる、まあ、あとは自分たちが得意なこと、自分たちが好きなことをやることから、まあ、バチにコミットしていくみたいなのが、まあ、すごい大事だなというのは常々思っているというところで、これをちょっと挙げてみたというところです。なるほど。ありがとうございます。あれ、映ってんの？さっきの確かにプロジェクトの中で広瀬さんは、まあ、いろんな立ち位置を取る、まあ、言ったらプロデュースとか、プロジェクトデザインって言っても、まあ、かなり広範囲なんで、その都度どこをやる、どこまでやるのかとかあるじゃないですか。それってどうやって決まるんですか？その客体的に周りがいろいろ埋まっていった結果、余ったところをやるっていう感じなのか、こことこことここはノー&バターで押さえとこうよってやってから、その外注というか、コラボパートナーの人にお願いする形なのかはどっちだろう。なんかね、そうですね、プロジェクトをやっぱり頑張ってるクライアントの担当者が先に基本的にはいるので、その人と大体意気投合してから始まるから、そうするとなんか足りないものが見えてくると。で、重いもんは全部はもしかして僕だけじゃできなければ、こういう人呼んできた方がいいかもしれないとか、うん、こういう人に話聞こうとか、うん、なんかそんな感じなんですよ。あんまり決まってないですよね。うん。うん。そうですね。うん。ただ、割とフォーマットというかイメージはついているのが、大抵のプロジェクトは5、6人なんですよね。どんな規模でも、コアは。で、チームメンバーって言われたのは15人ぐらいかなと思ってるんで、うん、それ以外の人はやっぱ外側の人なんですよね。いかんせん。だからその5、6人のコアっていう人と、15人ぐらいのチームっていう感じの、なんか選別を僕はしてるわけじゃないんだけど、それ揃ってなければ、呼んできた方がいいですねって思うし、違和感を伝えるし、社内でどういう人を入れた方がいいですよって言うし、初めそういう整いがやっぱあるんですよね。そこに僕、実はフィーもらってないんで。なるほど。でも、やる気ある人ってそういうの言うと、本当反応があるので、どんな企業だったり、どんな行政さんだったり、どんなちっちゃい会社だったり、企業家だったり、あんま関係ないので。大体10人ぐらい、まあ10人ぐらい、15人は大きいんですけどね、10人ぐらいの椅子がはまってないとか、できないですよね、新しいこと、本気では。その5、6人の中にもクライアントは入ってるんですか？で、クライアント入ってます。クライアントがメインですか？クライアントメインで裏方だから。で、5、6人。クライアントに絶対3人はいる、2、3人はいるっていうか。いますよね。うん。そう。3人ぐらいまでいけた方がよくて、実は2人ぐらいで、あと全部外部ですっていうと、社内的にはきっとこう、あいつやってんな、みたいな。
僕クラスカとかそうでしたけど当時デザインステムの中で相当あんな自由な会社でもやっぱり外側とすぐ組ませてもらったプロジェクトだったんで、でも本当はね、内側の人がやっぱ3人いて、2人が外とか、でそこ俺にカウント、俺がカウントされてないぐらいでいいのかもしれないとか、うん、なんかなんとなく考えてますけどね。うん。うん。でも本当に絶対的にやりたいことも明確にして、メンバーに嘘がなければ、割と進みますけどね。その時の広瀬さんか、トーン&マターかっていうあたりはどうやって割り振ってるんですか？そうね、あれなんですよね。うちあんまりその、そういう意味での、雑魚用社員さんがそんなにいるわけじゃないので、結構名刺持ってもらってるのが多くて、うん、外部側で外部用の自分の事業やってる人が、名刺持ってもらって、初めだけ入って、すぐそれを続けにするっていう。本当はこいつ社員じゃないですっていうのが面白いと思ってます。で、これは実は法規的にも本当に曖昧で、正社員にしかやらせちゃいけないなんて法律がほぼないんですよ。うん、日本すごい不思議で、てか社員って何って感じだし雇用契約書見せるもんなら見せてみろって感じなんですけど、個人情報をダダ漏れなんて絶対見せられないですね。書面主義って言いながら雇用契約書見せられないので、名刺を持ってるって意味とかも定義がないんですよ、うん。社長とか会長の意味と一緒ですよね。法律上はないので意味が。社長とか。そういうのはいつも面白いかってやってます。で、大体クライアント、僕がいつもいいって言ってくれるクライアントはそこら辺も自由なんで、Yahoo さんとか。この人たちは、なんだ、そうかと思ってたよみたいなんで、逆に盛り上がるみたいな。で、まあ、型をつけたければハリウッド型ですとかね。なんか適当に言えばいいんですよ。ハリウッドの映画が一社でできてるわけないでしょうと。うん。あれみんな寄せ集めでしょ、サーカス団でしょと。あ、サーカス団より緩いよね。サーカス団は一応、うん、ファミリーだからね。うん。そうやね。だから割といろんな人とやりたいと思ってやってるし、実はだから内側キャスティングと外側のそういうデザイナーさんのキャスティングって2個ある。面白い。え、ちょっと今度ドアンドマターで働かせてくださいよ。お前ダダ漏れやないか。訴状が。この人はとか言って、ドアンドマターの飯持って自作やってくるの。もうそれ言う時点で笑っちゃうもん。最近すごいそういうのに興味あるんですよ、僕。あ、でもすごいわかる。なんか、でもさ、あれ、西野さんも結構いろんな法人の役員とかやってるでしょ。やってない？いや、全くやってないですよ。1個もやってないです。一個もやってないんで、むしろ、なんか、自称で、そういうの増やしたいなと。俺結構呼ばれるから、いろんなところの変な、増えちゃって、最近生産してますけど。そうですね。うん、てか、全然このフォーマットと違う話じゃないかな。本当に申し訳ない。これ作ってくれた人も。自分は何をやるかには、ちゃんと今か答えてますね。答えてます。答えてます。答えていただいてますね。内側の人、のチームビルディングまでそういう感じなんですね。すごい、本当に徹底して、まあ、プロデュースしてるって言葉がなかなか当てはまらないかもしれないですけど、すごいなと思いますね。だから運営とか、もう一個オフィスの会社を作ったり、ワークプレイスの会社を作ったり、そこはもう雇用していってる。で、別に雇用したくないわけじゃ全然ないんですけど、なかなかそのプロデュースって言い方なのかちょっと分かんないんですけど、とても自由度があるものなので、うん、そうなんですね。なんかこういうフォーマットがあるから、こうでやりますよって。まあ、経験されたこともありますけど、やっぱフォーマット売るしかなくなってっちゃうのもね、不思議でもないなと思うので、うん。難しいですよね。でもね、やっぱり稼いでかなきゃいけないって会社なんで。うん。うん。うん。なんかね。なんか外に頼むっていうかね、毎回チーム作るのも、それはそれで、それにも労力がかかると思うんで、なんかね、できるだけフォーマット化していきたいなと思ったのもあると思うんですけどね。うん、最近あんまないな。もうなんか年間10件ぐらいしかできなくて、何年やれるのって感じだから。うん、
やっぱなんかこの人とやりたいなっていうのどっかでいろいろこう、どっかでなんかこう、すごいリストを作ってるわけじゃないんですけど、あ、この人面白いとか、この人好きとかあるじゃないですか。あと、さっき言ったように僕、声をかけてもらえるのまた嬉しくて、うん、自分からあんまり手がけてなくて、スポットで入ってとかのも多いので、うん、そういうのもやっぱすごく最近はいいので。なんか西田さんから声、広瀬さんに仕事をこれ一緒にやりましょうって話だったりするんですよね。さっきの話。ミスターズとかそうですよね、西田さんね。そうです、そうです。でもあの野村不動産のやつはもうそもそも広瀬さんが上にっていうかあのグランドデザインに入ってて僕らが上に。そう、僕が先でしたね、偶然。先っていう感じです。つい最近も実はあれですよ、なんかあのちょっと今ここで話すのは何だなっていう話があるんですけど、なんか誰がいいですか、捨てたっけ、誰がいいですかみたいな話が僕のところに来て、へ、広瀬さんはめっちゃいいと思いますって言ってきました。ああ、ありがとうございます。ないやねん、最近。あの超こう、本当のフィクサーっぽいのって西田君ですよ。違いますよ、全然違います。あのそれすげえ遅れてきて、最後10分だけ現れて、僕が払いますとか言うんですよ。なんかね。ないやねんと思うもん。それはちょっとあの、結構あの内側 の, あのめっちゃ僕スタッフが大爆笑してるという。僕の知り合いからあの言われたんで。元スタッフ君だから笑えるのか。知り合いから言われたんで、あの知り合いだからもうちょっとあのこう丁寧に答えるっていう、そういう感じです。フィクサーの建築家なんですね。全然見たこれ何もできない。すいません、本当。なんかね、プロデュースしていただける人を西田さんがこう指名するっていう流れって、なっていうか。そうなんですよ。西田さんでもね、その嗅覚すごいと思う。いや、僕はちなみにさっきの自分は何をするのかの話は常に自分より上手い人は誰かっていうのを考えていて、自分よりこの分野は上手いなって思う部分は全部手放すっていうふうにしてるんですよ、うん、極論そのベイスターズと一緒にやってる時は内装デザインも別の設計者入れてるんですよ、富川君っていうあの僕の知り合いの、うん、それはその彼の方がやっぱ圧倒的にその、ショップ部分のデザインが上手かったから、うんだからそれはなんかオンデザインが引き受けて全部やるよりもそこに入ってもらった方が絶対いいものになるなと思ったんで、その設計に関してもそうですし、さっきのプロデュースとかに関しても自分よりもやっぱ上手い人になるべく入ってもらってやるっていう、そういうのを考えて普段やってます。あ、なんであの基本的には事務所のオンデザインの中の動かし方も同じで、あの僕本当びっくりするがダメ社長なんですけど、あのあこれはなんか大沢さんがやった方がうまそうだと思ったら大沢さんにお願いとか言って大沢さんにお願いするっていう。本当にお願いとかやってるんですか。やってますよ。なるほど、そういうお願い建築家なんですね。あ、そうそう、お願い建築家、お願い建築家ってミュートのままただ笑うっていう、何なんですか。皆さん、あともう一個だけもう一個だけ、はい、大丈夫かこれ。お話いただいてないから小泉さん一個だけお願いしていいですか。これあもうこのまま広瀬さんの面白い話で終わってもいいなと思ってたんですけど、はい、どっちにしろそうなると思います、ね、そうっすね、なんすかね、なんかどれでもいいんですけど、僕が書いたのは問いのデザインっていうのと空気を読まないっていうのと参加から駆動へって3つを書いていて、まあ、このキーワードだけでもなんか、広瀬さん全部やってるんじゃないかって思って言いますけど。空気を読まない。空気を読まないに関してはもう、この通りですよね。空気を読まないっていうのが、なんか聞いてみたいっていうコメントもちょっとあったんで、まあ、ちらっとだけ言うと、空気を読まないっていうのは全くもって KY っていうよりかは、空気を知っていた上であえて読まないで突っ込んでいくのが、やっぱ外の人の役割だなと。そうです。石巻に行った時もそうですし、まあそのまあ、特にローカルに入っていく時はローカルの人たちの目線に立つんだけど、あえて外から行っている意味みたいなのを考えた時にそれはやっぱ忖度しないみたいなことだったりするんで、それはまあ企業とやる時も一緒かなと思ってやってます、ね。まあ、でこの中であえて言うんだったら問いのデザインっていうのが僕が最近、まあ、勉強したいと思っている言葉です。僕が考えた言葉じゃなくて、ミミクリーデザインの、という、ワークショップデザインとかやってる会社の安西祐樹さんっていう人が、まあ、書いている本のタイトルなんですけど、うん、まああのまあ、問いっていうものは、まあ、プロジェクトの最初の段階でいろいろ皆さん考えると思うんですけど、それをどういう角度で
問いを立てるかっていうのがすごく重要だと思ってます。さっきのひろしさんの3日の例で言うと、図書館作ってくださいっていうのは多分その最初のオーダーというか、まあそれが最初のテーマみたいなものだと思うんですけど、図書館ってそもそも、図書館を設置することによってどういうアウトカムを出したいのかみたいな、 そもそもじゃあ子どもたちそのフロアを埋めたいのか、子どもに何か学びの場を提供したいのか、まあ、いろいろ多分プロジェクトによってあると思うんですけど、それをじゃあ図書館作ってください、図書館作りましたではなくて、図書館作ってくださいの、問いのその大元にある何かをもうちょっと考えて、例えば下からこう上に向かってこう出せば答えは上の方にあるじゃないですか。そのプロジェクトを通してアウトプットが出された時に、下の角度から上に向かってこう何ですかね、問いを串刺しにしていけば、出てくるプロジェクトのアウトプットアウトカムがまた違うものに、図書館ではない何かができるかもしれない、それは何かっていうのは3日かもしれないですけど、そういうようになんかやっぱりその最初の問いっていうのが、非常に大事だし、それはクライアントさんそのものも分かってないことが多い、それ何だったら僕らもその入るときには分からないんですけど、それをやっぱり意識していくことは必要だし、まあ強いてそのさっきの役割分担の中に、まあ、僕らがある種の何か専門家みたいな立場で、まあ、それは別に建築家でもまちづくりプランナーでも何でもいいんですけど、何か専門家的な働きを期待されているんだとしたら、何かその問いを立てるところを、まあ、しっかりというか意識してやっていく必要があるのかなと思って、まあ、これはまさに僕も勉強したいと思っていて、本当にミミクリさんとかなんかちょっと話聞いたりとか し始めてるみたいな感じなんですけど、まあ、これを勉強したらいいんじゃないかなと思ってますし、まあ、広瀬さんはそういう問いを立てるみたいなところでどういうふうに最初の、考えているのかなっていうのをちょっとお聞きしたいですね。うん、考えてないですか？もしかして。いやいや、考えてますから、すごい考えてます。うん、ですよね。なんか、いや、ほぼほぼその、僕お世話になったあのイギリスのクリエイティブのもうおじいちゃんたちだけど、トマトとかも、ダイアログって言ってて、対話が全てっていう言いようもあって、で、その対話が全てっていうのは結構本当にシナリオがないっていうか、まあ、最近結構シナリオも、見えちゃってる自分の限界みたいなのを感じるみたいな話もあると思うんですけど、なんかこう誘導するのもきっとそこそこは大事、でも誘導から始まってるときっと絶対いいものにならない、っていうか僕のキャパ以上のも、僕っていうか誰かのキャパ以上のもならないですよね。そうですね。でやっぱ圧倒的ビジョンみたいなものが空気感とか風景みたいなものを共有されないといけないのかなってちょっと思いますよね。なんかあの圧倒的みたいな。わかります。なんかこれとか知ってます？毎回よくまた言ってる様子でもある。下にあるプールなんですけど、これ川、画面ちょっとかな、ね、できない？あ、今できるかな。はい、もう一回やろうかな。あ、大丈夫です。これできてる？見えてます？見えてます。これ下の小野川自然プールっていうのかな、あの要は川なんですよ。川をプールにしてんの。うん、でこれ違うよ。本当に結構濁流なんですよ。でご存知の通りは、なんかこう台風とか来て全部根こそぎさらわれちゃったんですよ。でそれも見に行って、本当残念ですねって言って、なかなか復活するの難しいかもしれませんねなんて言ってんだけど、なんか2019年には復活しちゃったとか言ってて、さすが九州人って思うんですけど、あの、これ関心おばあちゃんとかなんですよ、一人。絶対正直、こういうこと言っちゃあれですけど、子供溺れても助けに行けないようなおばあちゃんが一人いるんですよ。ライフセーバーの役割を。そうだけど、何が言いたいかっていうと、その分もしかしたら危ないよ、危ないかもしれないけど、めっちゃ天国みたいなんですよ。うん、本当見に行ってびっくりして、僕は何これみたいな。
本当これね、本当自然の川だから、ね、これちょっと人が多すぎる。本体焼きの器をね、作ってる窯がある手前にある。本当森の中に普通にあるんですよ。市内っていうよりは森の中。で、何が言いたいかっていうと、なんかこういうのいっぱい木という世の中にあって、すげえなと思うじゃないですか。すげえなと思ったら、まずすげえですね、これってなって。自分たち目指してるのを目指すところはこれとこれとこれの、当然こう参考にするんで超えたいですよね。西田さんたちとね、大沢さんたちといったヤンキース見て、規模はきっと無理だけど、ここはきっと超えられるかもしれない。例えば駅近いと。ニューヨークス遠いんで、駅から。駅がないからね。まああるんだ、あるんだけどね。近いです。でもっともっと横浜球場の方が近くて街中にあるから、マンションからだと見るし面白いよねとか。なんかプラスマイナスあって、状況を読み取りながら超えられるものいっぱいあるじゃないですか。そういうの組み上げていって、一応なんかゴール設定した方が、風景としても。実は事業収益性とかよりはそっちが大事で。ここに向かって問いかけとか Q&A がいっぱいあるのが普通なんだと思いますけどね。うん、いや、なんか今整理しながら喋ってますけど。いや、めちゃめちゃいいです。圧倒的って言葉がいいですね。いや、なんか風景だけはやっぱ建築家って思うのがあるじゃないですか。その状態っていうのはやっぱすごい何もことにもきっと変えられないし、最近 SNS がどうっていうけど、結局基本的にはその風景を切り取って拡散するっていう行為が多かったり、あとはこう、本当の人と人とのダイアログの状況を切り取って広げていきましょうっていう話でしかなくて、まあ、それはそうなんですよね、当然。それ AI に任せちゃったら、まあなんか寂しいじゃないですか。うん、なんかまあ、あ、うまかったね、あれとか。あれよかったな、みたいなのはやっぱり大事ですよね。うんうん、それに向かってこうどうしていくかみたいなのが多いのかなってちょっと思ってます、ね、確かに、なんかその僕らがじゃあ何者かみたいな時に、まあ建築家と名乗るかどうかは置いといてですけど、最後の作るとこまでできるっていうなんか職能みたいなのは忘れないようにしたいなって思うんですよね。なんかそれってつまりその圧倒的な風景を知っていたり、まあ調べることもできるし、みたいな。さっきの多分、下のプールとか、おばちゃんとかめちゃ普通だと思ってるっていうか、もう天然すぎて、なんか、さっき、無料とか書いてあったじゃないですか。いや、まあ、それも知らんよって書いてある。ねえ、なんか、でもそれをすごいんだよって言って、まあ、何かモデルにしたりとか、それに向かって、で作る作り方が分かってるみたいなって、やっぱり建築的なまあ職能だったりするんで、それはなんか、まあ、何と呼ばれてもいいけど、そういう職能は持ってるんだなっていうことは自覚的でいたいなって思いますね。うん、いや、行きたくなりましたね、さっきの下のプールは。あれマジやばいんだ。やばいっすね、あれは。あれ、なんであれができたんですか。わかんないです。本当にいきなり森の中走っていくと、車でキャーって子供の声が聞こえていくと、本当に滑りまくってんですよ。いや、でも本当に岩からジャンプもしても OK だし、でもやっぱりちょっと思うのは、やっぱり西日本の方が、その、まあ、万が一のことと怪我とかあっても、やっぱり言わない人多いんじゃないですかね。うん、やっぱそれすごい大事で、全員の中での公的空間であるから、何かあったら自分の子が転んじゃった、お前が転んじゃったんだねって思いないと。でびっくりしたんですよ。あれ崩壊してんのに、その後また整備したとか、うん、飛び込み、うん、そうそうそう。やっぱね、そうすごいなと思ったとか、バイアスってすごくって、こう、ぐんぐんルール化するじゃないですか。うん、なんかあると。ルール作ってる人も悪くないんだけど、ルールの積み上げで、10年積み上げてみると、ほとんど何もできない公園になったみたいな。うん。まあ、そこまで。禁止ルールが増えて。うん、さっき出てましたね。個別に一人ずつがこう、それを積み上げるとそうなっちゃうってことに対して、やっぱこうリセットかけたり、そもそも根本的にここは何なのかみたいなことを言える人がいないと、でね、それは確かに行政でもないし政治家でもない気しますよ。うん、今日皆さんが出してたような、やっぱこう、市民側がそう思ってないと、市民側っていうか使う側がそう思ってないと、うん、本当に皆さんやられてることって繰り返しになっちゃいますけど、やっぱりボトムアップ、ともかく
参加してる人たちが自分たちの街であり自分たちの場所であり自分たちの遊びだみたいなことを考えられるような仕掛けをされてんだと思うんですけど、それができると、ね、今みたいなものももう一回作ったらいいじゃんってことになるでしょうし、やっぱそれだけ自分ごと化させるっていうのはすごく大事なことだと思いますし、なんかごめんなさい時間が来てて無理やりまとめておこうと思ってるんですけど、ね、そういう仕掛けを作る人たちが、まあ、プロデューサーであっても建築家であっても街に関わってることにはベースとしてやっぱ必要なんだなってすごく今日思いましたけど、でもさっき小泉さんおっしゃっていただいたように建築家の方はね、特に最終でもそこを空間にできるっていう才能をお持ちだっていうのはものすごく違うところだと思います。まあプロデューサーいろんな事業の形を作るっていう意味で言うといろんな方がなれると思うんですけど、まあそれぞれそれの人たちの中にも得意分野があると思うんで、その得意分野と吉さんみたいに、あここはじゃあ西田さんもそうですけどね、他の方とやった方が絶対うまくいくみたいなのをうまくまとめていくっていうような、そんなお仕事になるのだなってちょっと改めて思いました。はい。はい、すみません、ちょっとごめんなさい、強引なまとめになっちゃったんですけど、ちょっとすみません、時間がだいぶオーバーしてしまいました。ありがとうございます。西田さんにめっちゃ笑われてるのが恥ずかしいです。あとね、ちょっとだけでも、せっかく皆さんに結構参加いただいていて、裏側でいろいろチャットの方も少し、お話しいただいてたのが、なんかまあ感想ですかね、感想としても、でも僕、これ後でまた聞きましょうかね、別途質問させていただいて、できれば皆さんにフィードバックさせていただきたいんですけど、広瀬さんに対してその、多分やっぱ運営になっていく、その運営側に、エリアマネジメントの運営側に必要な要素は何でしょうかとかですね、あとまあ利用者とか運営者に対しての仕掛けとか仕組みの構築に対して、どんな心がけをしていったらいいかと、やっぱこう長くその作るだけで終わらないっていうところが多分大事なプロデュースの、ポイントになってるんだろうなって皆さんお感じになってると思うんで、この辺の質問がちょっと出てたっていうことですかね。あとまあ感想として、そうですね、多分これ街づくりにかかってる方はさまざまなステークホルダーがいる街なんだけど、その街って一体誰のものなんだっけみたいなことはよく考えちゃうとか、あとまあ志のある地主の探し方をお伺いしたいですとかまあクライアントを探しどうやって探すかみたいなこともあったりすると思うんですけど、あとまあ最後にあれですかね、15分のエリアを変えていくというお話にとても共感しましたっていうコメントをいただいてまして、まず皆さんがこう15分のエリアを変えていくためにはどんな動き出し方をしているのか知りたいですみたいな、そんなお話もいただきました。なんかこれはあれですかね、よかったらちょっと一言ずつぐらい、15分のエリアを変えるみたいなことで今なんかやってることとかありますかっていう、どうですか。めっちゃ僕がおすすめしてるのは口に出すっていうことで、なんかだんだん気づいたら共感してくれる人が増えるんですよ。あそこのパン屋うまいよねみたいな話をしてたら、そのパン屋に人がこう集まっていくようなもんなんですけど、なんかペットと一緒に歩いてたら、ここのベンチ良かったからベンチ増えるといいよねとかでもいいし、なんでもいいっちゃなんでもいいんですけど、ここにこうキッチンカーが来てくれたらもっとこの道が楽しくなるのになみたいなことでもいいんですけど、なんか口に出してると気づいたら3人よりは文書の知恵みたいなことが起こるんですよ。俺知り合いでこういうのやってる人いるよみたいな話になったりして、なんかこう、もちろん一人でずっと喋り続けて、人なんかこう妄想癖だねみたいなことになることもあるんですけど、50% ぐらいはそうなるんですけど、妄想癖で終わることもあれば、50% ぐらいは、それこういうふうにやるとうまくいくかもみたいなことを言ってくれる人がいたりして、なんでなんか、言霊ってよく言いますけど、なんかいいことはなるべく口に出すといいんじゃないかと思っています。なるほど。僕大体そういうのを聞きつけてはよくサポートしてます、町の人の。この横浜のエリアだと。そういう、なんか
そんな話聞いたんだけどっていうことをサポートする場合もあるってことですか。そうです。まあ、町づくりやりたいという若手とかが、うん、なんかちょっとこう、日曜大工で作るには限界があるとか言って、事務所の若手とかに、ちょっとこういうの一緒に作る人いないかなとか言ったら、事務所の若手が一緒に作ってあげるみたいな。なるほど。面白い。それ、そうですね。なかなかできそうでできないと思うんですけど、それをやっちゃうのがすごいなと思います。はい。あと、広瀬さんどうですか？ちょっとごめんなさい。本当は皆さんに聞きたいんですけど、ちょっと10時になっちゃうので、一人広瀬さんにその15分エリアを変えて。15分エリアってなんか徒歩圏15分でしたっけ？徒歩圏。ああ。なんかまあさっきの空気を読まないって話はちょっと結構あると思ってて、なんか口笛吹いてて浮かない方がいいなとか思います。あの、うん、なんか街中で老若にゃんにょ口笛吹いてる方がいいなっていうか、別に全員が口笛吹かなきゃいけないっていうんじゃないですよ。なんかこう口笛吹いててもなんか、ああ、あいつあの曲好きなんだみたいなとか、今イヤホンで聞きながら自転車こいでんだとか、なんだろうな、なんか日曜大工しながらおじいちゃんがピーパカピーパカ口笛吹いてて、ああいいなと思う感じって、それを許容されないとなんか良くないのと本当思ってはいますね。いや、なんか一応僕吉祥寺住んでるんですけど、なんか周り結構口笛吹きまくってて、ある時意識し始めてずっとウォッチしてるんですけど、でも結構吹けないもんですよ。うん、渋谷で吹いてたらもう浮いちゃうでしょ。それで、どうだろうな。下北だってやっぱりどうな、だからあれかな、ボーナストラックみたいなところで吹いててもあんまり浮かないかもね。なんかそういうことだなって本当思ってて、真面目ね、これは割と。いや、とある都市再生で、西田さんなんかすごい頑張られてやってる、神奈川なんだか東京なんだか分かんない場所って有名な大きな都市があるじゃないですか。あそこ。こういう名刺言って大丈夫ですか。あそこなんかも、やっぱすごい UR の人にすごいリサーチして、いろんなアイテム揃ってるし、いろんなことがあるのに、ロフトもあるのに、ハンズもあるのに、みたいなね。なんかこう、もったいない感じあるよね、みたいな話の時に、口笛とか吹いてるとやっぱ浮くよね、みたいな。案外受験勉強するぞみたいな感じになったりとか。なんかそういうのはやっぱり大事な気がしますけど、本当に。これ結構計算できないけど、さっきの駄菓子屋と一緒ですけど、うん、余裕とか相手を知るきっかけとかのレベルで全部違うと思うんで、その知らない人でも口笛って、まあ、逆に味方になれるみたいな側にいるのか、あいつ変だよねみたいになるのかは全部窮屈になるか緩く楽しくなれるかが違うかなと本当思って、うん、じゃあ別にじゃあ口笛吹きゃいいってことないですよ。ないんだけど、そういうのすごく感じてますけどね。十分圏内はね、うん。うん。うん。なんかでも、その自分の本当によくいる圏内で、なんか口笛今日から意識してみます。なんかその口笛指数みたいなのが、どれぐらいあるかによって、その街の、そのお互いを認め合うどみたいなことになんかつながってるのかなみたいなことちょっと思ったので、ちょっと恥ずかしくてもいいじゃんみたいな。てかどっちかというと自分が歌いたいから歌ってるわけじゃないですか、吹いたり。それすごい大事だと思いますけど、うん、ありがとうございます。こんなんで終わっていいのかこれ。まちづくりプロデュースじゃねえのか。口笛吹きみたいなと思うという。でもこうどうなんですかね、そのなんかそんな論とか適当につけましたけど、実際に日常でね、あの、クロスさんとか西田さんが、こういうところが街の中で面白いよって、こういうの大事だよねって思ってることが多分こういう仕事の根源にあるんだと思って伺ってたので、それは、あの、口笛だってことが分かったのはすごく。真面目。だっていうね。はい、すいません、ありがとうございます。すいません。はい、ちょっとだけもうあと5分だけお話しさせていただくんですけども、ちょっとお待ちくださいね。はい、これあのありがとうございました。あのはい、でこれちょっとあの足りない部分はご質問ご感想もうちょっといただいたので、
皆さんにちょっとまたシェアさせていただきますので、よかったらちょっとコメントとか後でまたフィードバックいただけると嬉しいです。はい、皆さん本当ありがとうございましたと。でちょっとまあウェルカム、これ皆さん忘れてるかもしれないですけど、次世代まちづくりスクール、こういった口笛を吹ける街をどうやって作るかってことをみんなで考えていくスクールでもあります。はい、ウェブサイト、次世代まちづくりスクールで検索いただいて、申し込みいただけます。まあ、こんな1から7番までありますけど、こんな一瞬で大体終わる手続きなんですけど、まず見ていただければと思います。で今日ちょっとあんまり中身具体的にはお話ししておりませんので、こんなことができるなってことは最初に思いをお伝えしたと思いますし、なんですけど、2月26日に直近では学校にどんな学校なんだろうっていうのを、話し合う機会っていうのを用意してますので、よかったらこちらにまず参加いただければと思います。はい、あとまあ公開講座はまだまだ続きまして、来週20日土曜日の昼間ですね、関西の、皆さんにご登壇いただいて、まあエリアリノベーションの事例ということで、もうかなり深いところまで入っていただいている方たくさんいらっしゃるので、こういった方の、事例をお話しいただくということですね。生のお話聞けます。はい、それと創造系不動産の高橋寿太郎さんには翌日、21日これなんと追加ってことなんですけど、連続でやることになりまして、日曜日の15時から17時、建築と不動産の間というお話を寿太郎さんからいただくんですけど、弊社の代表福田からはコミュニティと金融の間ということで一緒にトークセッションしてみようということになってます。これなかなか面白くいくかなと思ってます。はい、さらにまだ2月の24日3月に入ってからもまた続いていきますので、引き続きぜひご参加ください。はい、さらに、まだまだありますまちづくりイベントなんですけど、まちすくイベントなんですけど、内山さんと一緒に実は目黒にある4フロアもあるのに合計して延べ床100平米もないような細いビルがありまして、まあ、ここを町の拠点にしていこうっていう取り組みをエンジョイワークスと一緒にやってます。でちょっとこの前1つ目の公開講座みたいなのさせていただいたんですけど、まあ、実際に3月にはこの地域と関わる場作りを考えるようなイベントをさせていただくのと、まあ、ボリューム3ということで3月の末にはもうこれできるので、ここの場もちょっとお披露目するようなそんなイベントを考えてます。まあ、実践でこんなことやってきたっていうのを内山さんと含めてお話ししていこうかなと思ってます。はい、なので、まあ、Facebook ページ、見ていただきながら、最新動向を追っていただければと思ってます。もう一つありまして、ここからちょっとエンジョイワークスで取り組んでることですね。本当に今日の皆さんにもやっぱりどんだけボトムアップなのかっていう話ありましたけど、さっきの野村不動産さんの話ありますが、こちらは三菱地所レジデンスさんなんですけど、実は三菱地所レジデンスさんと一緒に廃校の未来を考えようっていう新しい事業を実際に使っていただくような方たちと企画する段階からみんなで真剣に考えようって会を実はやっております。これ来週違う15日土曜日って書いてます、ごめんなさい、15日月曜日ですねの、19時から21時までオンラインでやっています。これはちょっとおかげさまで定員を超えちゃいまして、今日抽選させていただきましたので、またどんなことがあったかフィードバックさせていただきます。さらに先ほど出てきた関西の皆さんとのプロジェクトも進め始めてまして、次来る辰野は何が面白いのかということで、兵庫県辰野市でやっていくプロジェクトのこのキックオフのイベントがあったりと、あと大阪の道明寺ですね、道明寺で、道明寺天満宮、何餅でしたっけ、桜餅でよかったんでしたっけ、じゃあどう、あ、いや、はい、で有名の、ところですね。ここの、この後ろの空き家を使って、皆さんの、居場所を作っていくことになってます。まあ、これをキックオフということで、2月の20日土曜日の18時から、またオンラインでのイベントをさせていただくってことになってます。はい、さらに21日日曜日、どんだけイベントやってんだって話ですけど、やっぱり皆さん、町の人と一緒にやる限りは、これを、こういったことをとりあえずまず繰り返していくっていうところからプロジェクト作ったりしてるので、ちょっとこれ誤植があってすいません。21日日曜日にですね、大阪でペイントラウンジっていうラウンジを開こうっていう松下さんというお姉さんがいらっしゃるんですけど、彼女が作っていく事業をみんなで考え始めるっていうプロジェクトのイベントを皆さんぜひご参加ください。はい、で最後の最後にしつこいようですけど、最初にお願いしましたアンケートですね。こちらこの後もメールでお願いさせていただくことになりますけど、まあ、今日の、
ご感想だったり、引き続き石田さんとか広瀬さんに対するもしご質問とかありましたら、ぜひお送りいただければと思いますので、これを重ねて本当に皆さんと作っていく学校と思ってやっておりますので、忌憚のないご意見をいただければと思います。はい、はい、というわけでそうですね、ちょっと10分ほどオーバーしてしまいまして、あとちょっと皆さんからのコメントに対するお時間はあまり取れなくて恐縮だったんですけども、遅くまで本当ありがとうございました。はい、そうですね、広瀬さん、もしよかったら一言いかがだったでしょうか。急にお呼び立てしてなんだっけって話だったかもしれませんけど、あ、音が出てないですかね。いろいろすいません、勝手に喋って楽しかったです。はい、ありがとうございました。はい、あとじゃあ最後西田さんから一言いただければ嬉しいです。いや、もうなんかやっぱ広瀬さんは何言ってるんですかね。いや、今日プロデュースされました、僕。またそういうことか。なんていうんですかね、多分目に見えない関係性を紐づけるのがめっちゃうまい人っていうか、うん、なんか別にそのなんていうの、こうこれとこれがこうなったからこうだよみたいな話してないんですよ。なんか例え話とかしかしてないんですけど、気づいたら北に行きたくなっちゃったりしてるんですよ、気持ちは。そのなんて詐欺師オーバーやめてもらっていいですか。その紐付けがマジうまいなと思って、ちょっと広瀬さんまたプロジェクトやりましょう。どっか行きましょう。行きましょう。どっか行きましょう。本当に広瀬さんと行ったニューヨークはもう本当僕の中では相当面白かった取り組みなんで。さっきちょっとオンデザインメンバーでこのキーワードトーク絶対終わらないよねっていう話をして、この後すいません、作っていただいた方も。いや、全然、この後それこそクラブハウスで、この続きちょっとこっちで話そうと思うんで、広瀬さん、もしよかったら時間があったら入ってください。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい。そうです、ごめんなさい、小泉さん、大沢さんと、あと千代田さんと、お話しいただく時間あまりなくて恐縮でしたけど、今日はありがとうございました。はい。では、公開講座の深夜の公開講座になりましたけど、ありがとうございます。続きは多分西田さんが解説する、クラブハウスでということなので、ぜひそちらにもご参加いただければと思います。どうも本当にありがとうございました。ご参加いただいた皆さんもありがとうございました。はい、ではこちらで終了となります。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。